2014年、広島県で一人の女性が忽然と姿を消してしまいました。仕事から帰る途中、行方がわからなくなってしまったのですが、その当日、彼女は不可解な電話をかけていたのです。詳細を見ていきましょう。後に、謎の失踪を遂げることとなる藤野千尋さんは、広島県広島市佐伯区に住んでいました。藤野さんには、弟が一人おり、四人家族だったそうです。そんな藤野さんは、広島市内の高校を卒業後、長野県の信州大学に進学しています。彼女がこの大学に進学したのは自然に憧れたためでした。そうして大学では農業や園芸に関する勉強をしていたらしく、彼女自身この技術を生かした仕事に就きたいと思っていたのです。そして藤野さんが失踪する数年前に父親が他界したそうで、大学を卒業した藤野さんは広島県に戻り、母親と弟の3人で暮らしていました。その後藤野さんは2014年4月からある職場で働き始めたのです。その職場というのが広島市植物公園でした。この植物公園で藤野さんは花の手入れや植え替えなどをしており、初めて担当した仕事は旧コンベゴニアの栽培管理だったといいます。そして藤野さんは臨時職員として採用されたようで、上司からは真面目に働く姿がよく見られており、将来は正式な職員として働けるようになりたいと目標を持っていたのです。また上司によると、失踪直前特に変わったところは感じられなかったと証言しています。そのように真面目に働いていたためか、彼女は仕事で膝と腰を痛めていたと母親に話していました。そして失踪前日である2014年6月6日、藤野さんは母親と一緒に買い物に出かけています。その時、母親が娘の財布の中に2000円程度の現金が入っていたことを確認したそうです。そして失踪当日となる2014年6月7日、この日、藤野さんは植物公園に出勤するため、午前9時3分に広島電鉄バス、五日市駅南口からバスに乗車しています。そして9時26分には、東観音台中央駅でバスを下車しており、勤務先である植物公園に出勤したのです。これは、藤野さんが持っていた IC カードの履歴から判明しています。彼女はこの IC カードに金銭をチャージしており、通勤時は利用していたそうです。そしていつも通り仕事をこなし、18時前には退社しています。また、退社するとき、藤野さんにはいつも同じルーティンがありました。そのルーティンというのが、同僚の女性の車に乗せてもらい、バス停まで送ってもらうというものだったのです。何でも、藤野さんは車の免許を持っていなかったそうで、植物公園からバス停までの道のりを同僚の女性に送ってもらっていたそうなのです。このバス停は広島電鉄バス、チゲバス停という場所であり、車なら勤務先から5分もかからないのですが、とはいえ、歩くと15分ほどかかる距離でした。そうして車でバス停に送ってもらった藤野さんに対し、同僚の女性は、また火曜日に、と声をかけ、藤野さんも、はい、と何気ない挨拶を交わしています。その後、いつもなら、チゲバス停からバスに乗って帰宅するはずなのですが、一体どういうわけなのか、彼女がここからバスを使った履歴は確認されていないのです。ちなみにこのバス停は午後6時台、およそ10分間隔でバスが運行しており、おそらく一番早いバスで18時17分に出発する予定になっていました。そして藤野さんは不可解な行動に出ています。というのも、同僚女性がバス停に彼女を降ろしたとされている18時過ぎ、ある人物に電話をかけているのです。その人物というのが、長野県に住んでいる大学時代の先輩の女性でした。しかし、この先輩に関しては普段連絡を取っていなかったそうなのです。一体なぜ普段は連絡を取らない大学の先輩に電話をかけたのか気になるところなのですが、この時大学の先輩は電話に出ることができませんでした。そして大学の先輩が彼女の着信に気づいたのが18時半頃のことであり、その時先輩はあまり電話がかかってくることはないので、ちょっと変だなと思ったと証言しています。そのため大学の先輩はすぐに電話をかけ直したのですが、藤野さんが出ることはなかったのです。ただこの時、呼び出し音は聞こえたと言います。そしてどういうわけなのか、その後藤野さんは忽然と姿を消してしまったのです。そこから2日経った6月9日、心配した家族が佐伯署に行方不明者届を提出しています。一体藤野さんはどこに行ってしまったのか。彼女は失踪当時25歳であり、身長は156センチ、体型は中肉、血液型は AB 型、髪を後ろで一つに束ねており、普段はメガネをかけていました。
また服装は作業着だったそうで、ピンク色のハンドバッグと白いトートバッグを持っていたそうです。本件に関してはその後の調査で数多くの目撃情報があり、藤野さんの携帯電話の電波に関しても感知されていることが分かっています。まず家族が行方不明者届を出した6月9日午前7時頃に藤野さんに似た女性が目撃されているのです。その場所は自宅近くの広島電鉄バス五日市駅南口バス停付近だそうで、これは藤野さんが出勤するときに乗車するバス停なのです。さらにこの日の午前8時25分に五日市駅から西へ約 2km ほど離れた住宅街で彼女の携帯電話の電波が感知されていました。先ほどの目撃情報が本当に藤野さんだとして、彼女が携帯を持って移動していたのであれば、バス停で目撃されてから1時間25分で約2キロ離れた住宅街に移動しているということになります。さらにこの日の夕方16時21分には先ほど電波が感知された場所から北西方向に約 4km の場所で、またもや藤野さんの携帯の電波が感知されていました。ただ携帯の電波に関してはこれが最後になってしまったのです。そしてその後も藤野さんと似た女性は目撃されており、6月10日と24日同じ場所で目撃情報がありました。それは藤野さんが住む広島市佐伯区の区役所内にあるボランティアセンターという場所です。さらにこの場所にはカメラが設置されていたようで、母親が映像を確認しています。ただ映像を見た母親によると、顔は似ているけど歩き方が違うような気がすると証言していました。しかしこれ以降有力な目撃情報はなく、現在も藤野さんは発見されていないのです。ここからは本件の真相を考えていきたいのですが、自ら失踪した可能性も、何か事件に巻き込まれた可能性もあると思います。というのも現場の県道41号線はとても交通量が多く、藤野さんが同僚女性に送ってもらったバス停周辺はスーパーや牛丼やコンビニなどが連なる道路だったため、この場所で無理やり車に乗せて連れ去ることはかなり厳しい状況だと思うのです。例えば藤野さんが何か悩みを抱えており、自発的に失踪しようと考えたのであれば、一月にかかるのが所持金が少ないということでした。失踪前日に母親と買い物に出かけた際、母親が娘の財布には2000円ほどが入っていたのを確認しており、おそらくは失踪当日も2000円ほどしか持っていないと予測されています。また彼女の預金口座からは一度も現金は引き出されていません。しかしもしも彼女が前もって失踪を計画していたのであれば、失踪当日自分の財布にお金を補充していた可能性もゼロではない状況です。また藤野さんの IC カードの残額に関しては失踪時の6530円から変わっていないらしく、一度も使用された形跡がないとのことなのですが、これも初めから失踪を計画していた場合、履歴を残さないために IC カードは使わず現金で移動したとも考えられます。とはいえそこまで考えていた場合、携帯電話の電波が2日後に感知されているのもおかしな話だと感じます。なぜなら履歴を残さないために IC カードをわざと使わないと考えた人間が携帯の電源を入れたままにするとは考えにくいと思うからです。ただ彼女の携帯の電波が感知されたのが2日後のため、失踪当日と翌日は電源を切っていただけで、翌々日には電源を入れたという可能性も考えられます。そして不可解なのが、失踪当日18時過ぎに普段は連絡の取らない大学の先輩に電話をかけていることであり、一体藤野さんは大学の先輩に何を伝えたかったのでしょうか。例えばの話、藤野さんが大学の先輩に電話をかけたのはボタンの押し間違いだったとして、もしそうならば18時半に大学の先輩がかけ直した時に本人が出るだろうと思うのです。そのため18時半にはすでに藤野さんは電話に出られない状況にあったと感じます。またわざわざ大学の先輩、それも普段は連絡を取らなかった先輩に電話をかけるというのはかなり深刻な相談があったからとも考えられるのです。例えば植物公園で働いていることが辛くなり、大学で同じ分野を学んでいた同じ業種で働いている先輩であれば、電話をかけて相談しようとするかもしれません。彼女が大学を卒業したのが何歳の頃だったかは不明なのですが、藤野さんは失踪当時25歳だったとのことなので、22歳に大学を卒業したと仮定した場合、3年間の空白期間があるのです。ただこれらの経歴は全て憶測になるため、明確な経歴は不明となっています。
もちろんバス停付近で何かトラブルに巻き込まれ、少し移動した場所で連れ去られたという可能性もあり、携帯の電波に関しても犯人の偽装工作という線も考えられます。藤野さんの母親は仕事の合間を縫って娘のことを探し続けているそうです。そしてテレビの取材に対し、くじけちゃいけないなと、生きていると信じて頑張ろうと毎日やってきていますと心境を語りました。一人の女性が失踪した本事件、彼女は現在33歳になっており、広島県警察のホームページには情報提供を求めるページが公開されています。藤野千尋さんが無事にご家族と再会できることを祈るばかりです。2007年、岩手県で一人の少年が失踪しました。彼はほんの数分の間、目を離した隙に忽然と消えてしまったのです。詳細を見ていきましょう。後に行方不明となる滝村孝則くんは岩手県に住んでいました。彼は両親と祖父母、姉の6人暮らしだったそうです。そして孝則くんはいつも元気いっぱいで、家族にとって太陽のような存在でした。また発達や言葉に遅れを持っていたらしく、自分の名前を聞かれると孝則くんと答えていたといいます。そんな孝則くんの好きな色は黄色だったようで、こだわりが強かったそうです。何でもお弁当のランチョンマットが黄色じゃない時は大泣きするほどだったそうなのです。そして彼が通っていたのは岩手県立三田慶応語学校でした。ここは盛岡駅から車で15分ほどの場所の住宅街にあり、孝則くんは小学部の1年だったといいます。また彼は学校から帰ってくるとしばしば母親と散歩に出かけていました。孝則くんは歩くのが好きだったようで、2時間も3時間も散歩していたそうです。そして彼の歩き方には一つの特徴がありました。それはかかとをつかないで左に傾いて歩くというものです。そのため孝則くんのことを知らない人が見かけた場合、彼の特徴を聞けばそれが孝則くんであることはわかると思います。しかし一人でもどんどん歩いていく癖を持っていたのです。というのも失踪の前年である2006年、2回も迷子になっていたというのです。この年の夏と秋の2回、北上川付近を散歩中に迷子になったそうで、この時は盛岡市内で発見されたといいます。北上川は岩手県中央部を北から南に流れていて、東北地方では最大の河川であり、日本全国で4番目の規模の川だそうです。この川は盛岡駅からほど近い場所を流れています。つまり彼が通っていた学校とは JR の線路を挟んで反対側にあるのです。一体なぜ孝則くんがこの川のあたりを散歩していたのかというと、託児施設が近くにあったからです。学校が休みの時などは NPO 法人六等星が運営していた託児施設に預けられることがあったといいます。その託児施設が子供たちを連れ散歩コースとして利用していたのがこの北上川付近だったというわけです。ただ彼が2度迷子になった時に発見された場所については盛岡市内だということしか情報がありません。盛岡市内とは言ってもかなり広範囲のため、もしかすると一人でかなりの距離を歩いていけたのではないかと思います。そして失踪前日である2007年2月4日、この日外出から帰ってきた孝則くんに母親がアメリカンドッグを作ってあげたそうです。すると彼は大喜びでペロリと平らげて笑顔でおかわりをせがんできました。しかし翌日に愛する息子が失踪してしまうとは誰一人として予想できるはずがなかったのです。失踪当日となる2007年2月5日、この日は真冬でしたがよく晴れており、最高気温が 5.8 度、最低気温がマイナス 4.5 度と例年に比べると少し暖かい一日でした。また月曜日でしたが、いつも通っていた学校が休みだったため、当時7歳の孝則くんは NPO 法人の運営する託児施設に預けられていたそうです。そして11時頃、当時21歳の男性職員と他の児童2人と共に近くの北上川沿いの河川敷に出向いていました。当時は雪が積もっており、雪遊びをすることになったようです。そして一人の児童が急に走り出したため、男性職員が連れ戻そうとその場を離れたのです。その時間はほんの数分程度であり、3分にも満たなかったと言われています。しかし男性職員が戻ると、そこに孝則くんの姿はどこにもなかったのです。男性職員は孝則くんの名前を呼びながら周辺を見渡しました。ただ彼はどこにもいません。この時間は11時40分頃だったそうです。男性職員は別の児童2人を連れていたため、一度託児施設に戻り、他の職員に協力を求めて捜索を開始しました。
この場所は日頃から散歩コースとしてよく利用していたため、この時も高則くんはすぐに見つかると思っていたのです。そして職員たちは過去に高則くんが迷子になっていた場所などを捜索しています。しかし彼を発見することはできず、1時間が過ぎてしまいました。そこでようやく警察に通報を行ったのです。それとともに高則くんの家族にも連絡が行きました。母親は当初またかと思ったそうです。なぜなら過去にも迷子になったことがあり、活発でじっとしていない性格だからです。しかし徐々に日が暮れていき、不安が募っていきます。そのうちにすぐに戻ってくるという期待は消えてしまいました。警察は川の近くで高則くんが失踪していることから、川に転落した可能性も考慮し、ボートを使って捜索しています。さらにヘリを飛ばし警察犬も導入したのです。ご両親も夜が明けるまで車に乗って捜索を続けました。しかし高則くんは見つからず、翌日には約120人体制で検問や聞き込みを行っています。そして近くの空き家なども調べていますが、何一つ手がかりを得ることはできませんでした。そんな中、3つの目撃情報が寄せられています。1つ目は盛岡駅前北通りのマックスバリューの近くで見たというものです。ここは南に歩いて1キロほどの場所にあり、比較的現場と近いため高則くんが歩いて行ける距離になります。2つ目の目撃情報は青山町方面で見たというものです。この青山町という地名は現場から北に位置しており、その先には高則くんが通っていた養護学校が存在しています。そして3つ目の情報は湯ヶ尾瀬橋付近を歩いていたというものです。これは現場から一番近い場所で900メートルほど南に位置しています。そして実はもう一つ目撃情報があり、それは海運橋付近の北上川で人のような物体が流れていたというものでした。海運橋は3つ目の目撃情報である湯ヶ尾瀬橋からさらに南に位置する橋で、現場からは 1.7 キロほど離れています。しかしこれらの目撃情報によって彼を発見することはできませんでした。ここで一度高則くんの情報を確認していきます。彼は行方不明当時7歳で、身長約120センチ、体重約25キロで、ふっくらした体型だったといいます。肉料理が好きで、彼の口癖は、いや、やだ、ママ、という言葉のほか、マクドナルドという単語もよく口にしていたそうです。失踪当日の服装は、青色のコートやカーキ色のズボンと比較的目立つ格好をしています。その後、高則くんの家族は支援団体の人々と共に街頭に立ち、情報提供を求める活動をしていました。また、父親も仕事を休職し、捜索活動に専念していたそうです。しかし、仕事に復帰した父親に対して、心ない言葉をかけられることもあり、転職を繰り返したそうです。そして4年後の2010年に、ご両親は当時高則くんを預けていた託児施設を運営していた NPO 法人と男性職員を相手取って、慰謝料3000万円を求めて訴訟を起こしました。その理由は、監督責任を怠り、高則くんが行方不明になったことで、精神的苦痛を受けたからというものです。その後、NPO 法人が高則くんのご両親に対して300万円、男性職員が180万円の合計480万円を支払い、NPO 法人は今後も捜索活動を継続するという内容で和解しています。一体高則くんはどこに行ってしまったのでしょうか。可能性として事故と事件の両方が考えられます。そして事故の場合、川に転落した可能性が最も高いと感じます。当日雪遊びをしていたということなので、雪で滑ってしまい川に転落してしまったのかもしれません。周辺には新しい足跡や子供が滑って落ちたような痕跡は残っていなかったとのことなのですが、高則くんは一人でどこかへ歩いて行けるため、大人が考えつかないような場所から川に落ちた可能性もゼロではないのです。また警察への通報を行うまでに1時間かかっており、万が一高則くんが流されてしまったのであれば、大きな川のためかなりと奥まで流されていると思います。それに加え、彼の歩き方にはかかとをつかないで左に傾いて歩くという特徴があるのです。そのため雪で凍っている場所を歩いてしまった場合、滑ってしまう確率は高いと感じます。また本件とは別に2013年この北上川付近で一人の青年が失踪していました。彼は円田光大さんというエンジニアをしていた方で、出張先の盛岡駅のトイレに30分間こもったのを最後に消息がわからなくなっています。円田さんの持ち物が北上川付近で発見されているため、この付近を訪れた可能性が高いとされているのです。その一方、事件として考えられる可能性としては、何者かに連れ去られたというものです。
高則くんの目撃情報として、現場から南に900メートルの場所にある夕顔瀬橋付近を歩いていたというものと、盛岡駅前北通りのマックスバリューの近くで見たというものがあり、これら2つの位置関係はかなり近いです。さらに、この付近を通る県道1号線は片側2車線であり、交通量も多くあります。とはいえ、これだけの交通量がある開けた道路で子供を連れ去るとは考えにくいです。そのため、一人で歩いている彼のことを目撃した何者かが、高則くんの後をつけ、タイミングを見計らって連れ去ったのかもしれません。しかし、彼は、ランチョンマットが黄色でなければ、大泣きするほど自分の好きなものにこだわりを持っており、よく話す言葉には、いや、やだ、ママ、というものがあるのです。もしも本件が、連れ去りなのであれば、高則くんは相当泣き叫んでいたと感じます。そのため、本件に犯人がいた場合、彼の好きなものを知っていたのかもしれません。例えば黄色のおもちゃやマクドナルドの肉料理など興味を引くものをあらかじめ知っていた場合、騒がれる可能性を抑えることができます。つまり前々から高則くんと面識のある人物が彼のことを狙っていたとも考えられるのです。ただこれらは全て憶測であり、本当はもっと別の真相があったのかもしれません。事件から丸14年が経った2021年、高則くんの母親が手記を公開しているため一部抜粋して紹介します。お腹を痛めて産んだ我が子が消息を絶つという事態に際して、諦めることや忘れることなどできようはずもなく、ただただ高則の生還を待ち続ける以外何もしてやれないのが無念でなりません。失踪する前日、おかわりと元気に叫ぶ息子の方がダイニングキッチンの照明に映え、輝いて見えた光景がくっきりと蘇り、まぶたに焼き付いて離れません。成長した彼がどんな姿なのか私にはうまく想像できませんが、きっと無事に帰ってきてくれると固く信じています。皆様に一つお願いがございます。今では青年になっているであろう滝村高則という人間が行方不明となり、ここに至るまで家族の元へ戻っていないという事実を記憶の片隅に留めておいてくださいませんでしょうか。この件を風化させないことが解決への糸口につながるのではないかと考えているからです。一人の少年が失踪した本事件、現在岩手県警のホームページで情報の提供を呼びかけています。滝村高則くんが無事にご家族と再会できることを祈るばかりです。1997年、兵庫県で一人の女性が失踪しました。その後口座からお金が引き出されたり、一人の男がとんでもない証言をするなど、闇が深い未解決事件となっています。詳細を見ていきましょう。後に謎の失踪を遂げることとなる加藤さゆりさんは1964年6月5日に出生しました。彼女は昔から音楽が好きで、エレクトーンなどキーボードを弾くのが趣味だったそうです。また冬になるとスキーが得意で、よく遊びに出かけていたようで、スポーツに関しても何でもこなすような人物でした。そんな文武両道な加藤さんはやがて一人の男性と出会い、交際をするようになります。そして二人はめでたく結婚し、三人の子宝にも恵まれたそうです。加藤さんたちが住んでいたのは、兵庫県の神戸市灘区であり、阪急六甲駅から北に数分の場所に自宅を構えていたといいます。彼女は母親として三人の子供たちを育てる一方で、会社員としての一面も持ち合わせていました。というのも、加藤さんはワープロやパソコンが得意だったらしく、経理事務として働いていたそうなのです。このように順風満帆な人生を歩んでいた加藤さんなのですが、突如として彼女は姿を消してしまいます。失踪当日となる1997年8月18日、この日は月曜日であり、天気は曇りでした。当時33歳になっていた彼女はいつもと同じように軽装で自宅を出たそうです。これは仕事をするために会社に向かったのか、何か他の用事があって外に出たのかは分かりませんが、軽装で出たということなので、どこか旅行に行くような格好ではなかったと思われます。ちなみにこの時自宅にいた家族には洗濯物を取り込んでおいてと言い残していました。このようにいつもと変わらない日常の一コマなのですが、それから家族が待つ自宅に帰ってくることはなかったのです。そして加藤さんが自宅を出た翌日である8月19日、山口県に住む加藤さんの母親が加藤さん宅へ電話を入れています。しかし加藤さんにつながることはありません。そのため母親は加藤さんの会社に連絡を取ったのです。実はこの8月19日、加藤さんは出勤日だったのですが、なんと彼女は会社を無断欠勤しているというのです。ここで加藤さんが失踪しているという事実が明るみになりました。
こうして忽然と姿を消してしまったのですが、その後一人の男性がとんでもない証言をしたのです。何でも山口県に住んでいた加藤さんのご家族のもとにその男性は現れたようで、次の言葉を言い放ってきたというのです。私の妻が加藤さんと仲がいい。そして8月18日の朝に加藤さんから妻宛に電話があった。加藤さんは家を出ると話していた。8月18日から1週間ほど自分の家にいた。さゆりさんは元気です。彼女から電話があれば連絡します。驚くべきことに、この男性は加藤さんが失踪したその日から彼女と一緒にいたと言い出し、さらには彼女の安否についても話してきたのです。そもそもこの男性は何者なのかという話なのですが、彼は兵庫県の三田市という場所に住んでいた在日コリアン2世の男性でした。この男性が話す内容が本当ならば、加藤さんはこの男性の元に1週間もみを置いていたということになるのですが、会社を無断欠勤し家族を残してまでそんなことをするのでしょうか。もちろん加藤さんのご両親もこの男性に疑いの目を向けて、この男性が加藤さんの行方を知っているのではないかと考えたそうです。そしてこの話は警察にも伝えられたそうで、捜査が行われています。こうして加藤さんの手がかりが一つ出てきたことで、彼女を発見できるかもしれないという希望が生まれたわけなのですが、その希望はすぐに打ち砕かれたのです。なんとこの在日コリアンの男性が話してきた内容は全て虚偽の話だったことが判明したそうなのです。これは警察の捜査により結論付けられており、彼が加藤さんの失踪には一切関係ないとも判断されています。こうして本件は振り出しに戻ってしまいました。ただ一体なぜ在日コリアンの男性がそんな嘘をついたのか、わざわざ兵庫県から加藤さんのご両親が住む山口県まで出向き架空の作り話をしたのか、理由は明かされていません。さらに加藤さんが失踪してから1週間後に彼女に関してある事実が確認されたのです。その事実というのがお金を引き出していたというものであり、驚きの金額だったのです。なんと約400万円もの大金を引き出していたそうなのです。これは神戸中央郵便局の窓口で手続きがされていたといいます。こんな大金を一度に引き出すわけですから、窓口で引き出していたというのもわかるのですが、一体誰が引き出したのでしょうか。これに関しては警察の捜査で明らかになっています。ただ予想外なことに、お金を引き出したのは加藤さゆりさん本人だったというのです。とはいえ何者かに脅されて無理やり引き出したという可能性もあります。警察によれば、加藤さんがお金を引き出した時に窓口で記入した受領証が存在しているそうです。しかしこの受領証に関して警察は不可解な対応を取っています。というのも、加藤さんのご両親が受領証を見せてほしいと懇願したそうなのですが、なぜかその願いは断られてしまったというのです。さらに現金が引き出されるまでの経緯についても問い合わせていますが、捜査上の経緯は教えることはできないと返答されたといいます。ちなみに加藤さんが失踪したのは1997年だったため、おそらく郵便局には防犯カメラはつけられていたとは思うのです。しかし彼女がお金を引き出したと判明したのが失踪から9ヶ月後だったため、もし録画がされていたとしてもデータは保存されていないものだと思われます。データが残っていてもその映像を見せてもらえるかどうかは分かりませんし、警察が事件の可能性がないと判断した場合、それが家族であっても個人情報の観点から公開されないケースもあるそうです。とはいえこれで加藤さんのご家族が諦められるはずがなく、加藤さんの母親は地元の山口県警に協力を依頼しています。そしてなんと山口県警を通じて加藤さんが引き出した時に記入したとされる受領証のコピーを入手することに成功したのです。しかしこの受領証を見た加藤さんの母親は違和感を覚えました。なぜならそこに書かれていたのが娘の筆跡とは思えなかったからです。この違和感を払拭するために母親はある行動に出ました。それは民間の調査機関に筆跡鑑定を依頼するというものです。そこで驚愕の結果が出たのです。驚くべきことに、受領証に書かれていた文字は加藤さんの筆跡とは認められないという結果だったのです。つまり兵庫県警の見解と加藤さんの母親が依頼した民間の調査機関は全く別の結論を導き出したことになります。そのため母親は警察に対し再調査を求める上申書を提出したのです。しかしその後捜査が進展しているのか不明のままとなっています。ここで加藤さゆりさんの特徴を今一度確認していきましょう。
彼女は失踪当時33歳で、身長は約149センチ、体重は43キロと中肉体系でした。また、血液型は AB 型であり、視力が悪く、メガネかコンタクトを使用しているそうです。その後何一つ新たな手がかりは見つかりませんでしたが、2008年11月19日、一つの団体が驚くべき発表を行ったのです。その団体というのが、北朝鮮の拉致被害者を救出する目的のために設立された特定失踪者問題調査会です。調査会はこの日、加藤さんについては北朝鮮に拉致された可能性が濃厚と認定しています。この発表をした理由としては、北朝鮮に現在もいるとの不確定な情報があったとしていますが、明確な情報源の説明は避けたそうです。この言葉を聞いた加藤さんの母親は、諦めようと一生懸命だったから複雑ですと話しており、加藤さんの姉は、正しい情報かわからないが会えるかもしれないという希望ができたと語っています。さらに、この発表がされた翌年の2009年、週刊現代という雑誌が衝撃の記事を掲載したのです。そこには、北朝鮮から帰国した日本人の男性が加藤さんによく似た人物を目撃したと書かれていました。この男性は北朝鮮に7年間もの間拘束されていたそうで、過酷な生活を送ったといいます。具体的には、常に監視がつきまとっており、食事や入浴なども制限されていたそうです。そして彼は、拘束されてから 1,2 週間の時に加藤さんに似た女性を目撃しています。何でも、その男性はホテルにバーベキューができる施設があると連れて行かれたそうなのですが、そこで仕事をしていた女性が加藤さんにそっくりだと証言したのです。その女性は、バーベキューセットを持ってきたり、肉を運んできたりというホテルの給仕係のような仕事をしていたといいます。彼はこの女性を見て、ああ、綺麗な人だなと思ったらしく、肩を組んで記念写真まで撮ったそうです。ただカメラに関しては、帰国するときに全て没収されたそうで、写真は残っていないといいます。これが本当ならば、和気あいあいとした雰囲気を想像してしまいますが、男性にとってはその後の生活が過酷だったのかもしれません。さらに、この男性は加藤さんとは別に、もう一人拉致被害者とみられる女性、林加奈子さんに似た人物も目撃したと話しているのです。林加奈子さんは東京都大田区に住んでいた当時25歳の女性で、1985年11月22日に失踪しています。彼女は英語や英文オペレーターの仕事についていたらしく、フランス語もかなりできる女性だったそうです。ただ、失踪当日に会社の上司に対して、風邪気味なので2日間休ませてほしいと申し出ており、そのまま失踪したのです。この時にはほとんど何も持たず、普段着の姿で出かけたそうです。林さんに関しては、OL としての生活は順調で、家族関係も良好でした。また、新橋の自己啓発セミナーに通っていたという以外、多少なりとも失踪に絡む可能性のある要素はないといいます。林さんについては、南京1年目に出会ったそうで、男性の部屋に訪れて様々なことを会話したそうです。その内容は、日本のヤクザについてや現在の生活状態、受けている扱いなどについて聞いてきたといいます。そこで男性は、林さんらしき女性が話す日本語に違和感を覚えたのです。というのも、ややたどたどしく話していたそうなのですが、それがひどくわざとらしかったというのです。彼は、北朝鮮の人が話す日本語には必ず訛りがある印象を受けていたのですが、林さんと見られる女性にはそれが全くないと感じました。こうして、加藤さんと林さんという拉致被害に遭っているのではないかとされる二人に出会った男性の話が公開されたわけです。しかし、彼に関しては平壌での拘束の経過や帰国の経過について不自然な点が多いそうです。そのため、あえて北朝鮮が永年にわたって拘束していた日本人を帰国させたことは、拉致問題の進展に向けて何らかのメッセージを日本側に送っている可能性があるとも考えられているというのです。確かに、加藤さんと林さんが拉致被害者であり、北朝鮮で何らかの仕事に従事していたとするならば、なぜ日本人男性に会わせたのか疑問であり、その男性を帰国させた理由もよくわかりません。そして、北朝鮮に拉致された可能性に関して、もう一つ闇深い話が囁かれています。というのも、加藤さんは日本にいる時に北朝鮮と友好関係にあった政党を支援していたという情報があるのです。まず、北朝鮮と友好関係にあった政党というのが一体どこなのか、本当にそんな政党があるのかという話なのですが、真実は闇の中にあるため、明言は避けたいと思います。そしてもう一つ、彼女が住んでいた場所に関してなのですが、闇に包まれた事実があるのです。
加藤さんが住んでいた兵庫県神戸市灘区という地区についてですが、拉致の実行犯のグループが集う喫茶店があったり、大物工作員であったジョン・ガリが住んでいた場所だといいます。そしてこの場所に住んでいた住民が北朝鮮に行かないかと声をかけられたことがあるそうです。これまでこのチャンネルでは拉致被害に遭ったと見られる方々を紹介してきましたが、無理やり拉致されたであろうと推測できる状況の方もいれば、失踪前に誰かと会う約束をしていそうな方や何かの予定を立てていたのではないかと思う状況の方もいました。加藤さんに関しては軽装で自宅を出ており、無断で仕事を休み、1週間後に400万円を引き出しています。引き出したのが彼女本人だという確証はないのですが、これが本人なのであれば自ら失踪したという可能性が高いと感じます。また彼女は北朝鮮という党関係にあった政党を支援していたという情報があるため、その政党にお金を寄付し自らは北朝鮮に渡ってしまったというパターンも考えられるのです。しかし3人の子供たちと離れ一人で海を渡るという決断が本当にできるのでしょうか。一説には加藤さんは離婚協議中だったという話があるため、もしかしたら家族関係に悩みを抱えており、全てを振り切って北に行ってしまったのかもしれません。もちろん真相は全く別ということもありえます。本当は何者かに脅されて1週間ほど軟禁され、そこで現金を引き出すよう命令され、本人が引き出した、もしくは彼女になりすました別の誰かが現金を引き出したという可能性もあるのです。一人の女性が失踪した本事件、本当に彼女は北朝鮮に拉致されてしまったのか、それとも別の事件に巻き込まれてしまったのか。加藤さゆりさんが無事にご家族と再会できる日を祈るばかりです。2002年栃木県で一人の青年が忽然と姿を消しました。その後不可解な電話が自宅にかかってくるなど多くの謎が残っています。詳細を見ていきましょう。後に謎の失踪を遂げることとなる長島康弘さんは1978年7月26日に出生します。彼の実家は栃木県下野市国分寺町にあったそうで、両親と姉と共に暮らしていました。そんな長島さんは周囲から真面目な人物として知られていたそうです。また彼はバレーボールやテニス、スキーなどスポーツが好きでしたが、その一方で映画や絵画も好んで鑑賞しており、多趣味な青年でした。そして長島さんが就職したのは栃木県の小山市にある病院だったのです。彼は准看護師として勤務していたのですが、正看護師になれるよう目指していました。そんな中、失踪からどれぐらい前の情報かは不明なのですが、女友達に彼女ができたと話していたそうです。つまり仕事もしており恋も順調な人物だったのだと思われます。しかし失踪の前日にあるものを見ている姿をご両親が目撃していました。それは求人広告だったらしく、どうやら転職を考えていたそうなのです。家族には職場を変わりたいという内容の話もしていたといいます。とはいえ准看護師の仕事そのものが嫌だというわけではなく、勤めていた職場に何らかの不満を抱えて転職を考えていたようです。そして2002年4月30日、この日、当時23歳になっていた長島さんは、19時頃に母親に向かって次の言葉をかけています。レンタルビデオを返してくるから、夕食は帰ってから食べる。このように告げたそうで、いつもと変わらない様子だったといいます。現在はインターネットの動画配信で映画などを見れますが、当時はレンタルビデオ屋に映像作品を借りるのが一般的であり、返却日だったのかもしれません。しかしそれから長島さんはすぐに出かけたわけではなく、20時頃まで自宅にいたそうです。そして誰かと電話で話している様子であり、その話し方は明るい感じだったといいます。この声を隣の部屋にいた長島さんの父親が聞いていました。そして長島さんの今すぐ行くという言葉を耳にしています。この言葉を発した長島さんは自宅を後にしました。しかしそれから長島さんは忽然と姿を消してしまったのです。そしてネット上の情報なのですが、警察への届け出は2002年5月7日だったとされています。これが本当ならば警察に届け出を行うまで1週間の期間が空いていることになるのです。23歳の息子が帰ってこず、ゴールデンウィークとも時期が被っているため、ご両親も当初はそこまで心配はしていなかったか、旅行の予定でも立てていたのかもしれません。
ただ長島さんが失踪する前にレンタルビデオを返してくるから夕食は帰ってから食べると告げていたため、その日帰っていないことや夕食を食べていないことはわかると思いますし、職場からも無断欠勤の連絡が来ていたのではないかと思うのです。しかし当時の状況が詳細に残っていないため何とも言えません。そして長島さんが失踪後、ある事実が判明しました。それは長島さんが失踪の翌日に自分の携帯で035300から始まる番号に発信していたというのです。03から始まるということですから、東京23区の市外局番の番号だとは思うのですが、これが一体どこなのかは分かっていません。長島さん本人が電話をかけたのか、もしくは長島さんの携帯を拾ったり奪った人物がかけたのか、謎が残ります。また何か目的があってかけた可能性もありますし、03以降は適当に番号を打って捜査を攪乱する目的があったとも推測できるのです。というのも番号は分かっているものの、それがどこにかけたか分かっていないことが不可解だと感じるのです。普通ならば電話番号は取得者が契約するものですから、番号さえ判明すれば一体どこにかけたのか分かるはずだと思います。そんな中、長島さんが失踪してから半月ほどが経過した5月15日の深夜に自宅の電話が鳴り響きました。この時は母親が出たそうなのですが、相手は無言で何も言わなかったと言います。これを息子からの電話だと思った母親は、康弘なの？早く帰っておいでと声をかけたのです。しかし何も音はなく、そのまま電話は切られてしまいました。それから何の進展もありませんでしたが、5ヶ月ほどが経過した10月4日にとんでもない出来事が起きるのです。なんと長島さんらしい人が病院に運ばれたという電話がかかってきたというのです。しかもこの電話は当時自宅があった国分寺町の役場からだったといいます。そもそも役場からそんな連絡が入るものなのかという話ですが、この電話を受けたのが長島さんの姉だったそうで、長島さんが運ばれたとされる病院の番号をメモしました。そして姉はすぐに病院に電話をしています。しかし電話口の相手からは折り返し電話をしますと言われたようで、一度電話を切ったそうです。ただ30分ほど待っても折り返しの電話は一向にかかってこず、しびれを切らした姉は再び同じ番号へ電話をしたのです。するとありえない音声が流れました。驚くべきことに、この番号は現在使われておりませんという自動音声だったそうなのです。一体なぜ先ほどは通じたのにもかかわらず通じなくなったのか、その真相は今でも分かっていません。そして長島さんが失踪した翌年には彼の運転免許の期限がやってきましたが、更新された形跡はなかったそうです。もしも長島さんが家出などをして別の場所で暮らしていれば免許の更新をする可能性もありましたが、その可能性はなくなってしまいました。とはいえ、それは免許の更新をしていないというだけであり、免許を持たない生活を送っているだけなのかもしれません。ここで一度長島さんの特徴を確認していきます。彼は失踪当時23歳で、身長は167センチ、体重は67キロの中肉中背であり、顔の左側には眉毛から口までの範囲に6つのほくろがあるのが特徴です。そして鼻炎を持っており、よく鼻を噛む癖と少し気取った感じの歩き方も特徴だと言います。また視力が悪く、メガネかコンタクトレンズをしているそうです。失踪時の服装はナイキの若草色のジャンパーに紺色のジーパン、そしてグレーのナイキの靴を履いており、黒の布製バッグを身につけていました。それから2年後の2004年、ご家族はテレビ朝日で放送されていた奇跡の扉、テレビの力という未解決事件を扱う番組に依頼し、全5回で長島さんに関しての放送がされています。番組では失踪当日に長島さんが今すぐ行くと電話をしていたことから、交友関係を中心に調査しました。さらに長島さんの目撃情報として、失踪前にパチンコ店やスーパー銭湯に一人の男性とよく一緒にいたことが判明します。番組側はその男性の似顔絵も作成し、身元の割り出しに成功しました。ただその男性はただ長島さんと仲がいいだけで、バレーボールなどを一緒にしていた仲間であり、失踪から1年半ほど前までしか付き合いがなかったことも分かったのです。つまり失踪当日に電話をしていた相手にはたどり着けなかったのですが、番組には500件以上の情報が寄せられており、現在のさいたま市にあたる大宮市に多くの目撃情報が集中したため、彼は大宮市にいるのではとも囁かれました。また拉致された可能性も視野に入れ、特定失踪者のリストに登録されています。
本件は公開されている情報が少ないため考察はしにくい状況ですが、私なりに真相を考えていきたいと思います。まず長島さんは自発的な失踪も何らかの事件に巻き込まれた可能性もあると思うのです。というのも彼は当時転職を考えており、何かしらの悩みを抱えていたと感じるからです。その悩みによって現状の生活から逃げ出したくなり、誰かに相談していたということも考えられます。失踪当日、レンタルビデオを返してきてから帰って夕飯を食べると母親に告げていましたが、精神的に限界を迎えていたとしたら、外に出たタイミングでどこかへ行ってしまった可能性もあるのです。もしくは今から行くと電話で話していたため、誰かしらと会う約束をしていたとも考えられます。そのため自発的な失踪の場合でも協力者がいた可能性もあるのではないかと思うのです。とはいえ、失踪翌日に長島さんの携帯から03から始まる番号に電話をかけていることが分かっており、警察がこれを調査していたのならどこにかけていたのか分かっていると感じます。さらに電波などを調べれば、どの基地局が長島さんの電波を拾い、どこからかけていたのかも分かるのではないでしょうか。その上で情報を公開しない事情があるのかもしれません。そして失踪翌日にかけていた番号がわかるのなら、失踪当日に話していた相手の番号も判明すると思います。そのため失踪当日に電話をしていた相手に関しても警察は特定しており、長島さんの失踪とは何も関係がないということも捜査済みだと思うのです。そしてテレビの公開捜査に寄せられた情報で、大宮市での目撃情報が多いため、栃木県から埼玉県に移住し、偽名を使って生活している可能性もあると感じます。また失踪から約5ヶ月後にかかってきた不気味な電話ですが、結論から言うとこれはいたずらだったのではないでしょうか。なぜなら役場を経由してご家族に連絡が来るのも不自然ですし、現在使われていませんというアナウンスも不可解だからです。もしも本当に長島さんが怪我をして病院に運ばれ、彼の持っている所持品から長島さんであると判明した場合、ご家族には病院や警察から電話が来ると思います。そして長島さんの姉がかけた病院と思われる番号に関してですが、2度目に電話をかけた際に現在使われておりませんというアナウンスが流れており、かなり奇妙な展開のように思えますが、とんでもないいたずらならば、テープレコーダーにあらかじめ録音していた音声を流した、もしくは現在使われておりませんという留守番のメッセージを設定していたという可能性が高いと感じます。いずれにせよ彼を探し出す手がかりにはなっていません。一人の青年が失踪した本事件、長島康弘さんが無事でいることを祈るばかりです。2001年、広島県で一人の主婦が忽然と姿を消しました。その後自宅のポストに不可解な手紙が送られてくるなどしていますが、現在も真相は分かっていません。詳細を見ていきましょう。後に謎の失踪を遂げることとなる田辺信子さんは、広島県安芸郡府中町のマンションに住んでいました。彼女は1988年3月3日に結婚しており、夫とはおしどり夫婦として知られていたといいます。また夫婦の間に子供はいませんでしたが、2人で頻繁に旅行に行くなどとても仲良しだったそうです。ただ結婚から23年が経った2001年、一つの不幸が夫婦を襲いました。何でも夫が癌で倒れてしまい、入退院を繰り返すようになったそうなのです。そのため信子さんは毎日病院に見舞いに行くなど献身的に夫を支えていました。また夫はこの年の9月、仕事中に指を負傷したそうで、その一件でも入院したそうです。そして信子さんは夫のことをとても心配していました。実際怪我の痛みを取る地蔵があるという話を聞くと、すぐお参りに出向いていたそうです。しかしそんな彼女自身も病気を患っていました。というのも信子さんは心臓病や癌を患っていたというのです。そのため彼女も定期的に病院を受診していたといいます。そんな中不可解な事件が起きてしまうのです。2001年9月24日、この日当時50歳だった信子さんは入院中の夫の元に着替えなどを届けに行く予定を立てていました。そして午前10時頃に彼女の携帯に着信があったのです。電話の相手は友人の A 子さんだったらしく、内容は昼食の誘いでした。この時の信子さんは寝起きの様子だったといいます。そして彼女はシャワーを浴びたいので用意ができたら連絡しますと返事したそうです。
また、夫に着替えなどを届けに行く予定を立てていたため、A子さんにもその事情を話し、二人は昼食を食べた後に一緒に病院に行くという段取りでまとまりました。その後の午前11時20分、信子さんから A子さんの携帯に支度ができたと連絡が入ります。そのため友人は、これから車で迎えに行くわ、マンションの下に着いたら電話をするね、と答えて、信子さんの自宅マンションに向かったのです。そして友人の A 子さんが車を走らせていると携帯が鳴りました。その時刻は午前11時48分だったのですが、 A 子さんは運転中だったため電話を取らずにそのまま運転を続けたそうです。その2分後の午前11時50分頃に A 子さんは信子さんのマンションの下に到着しました。そのため A 子さんが信子さんの携帯にかけ直したのです。すると電話口からはああという声が聞こえ、切れてしまいました。この通話時間は 3.5 秒だったそうです。この声を聞いた友人は不可解に感じたものの、そのまま車の中で待機して信子さんのことを待つことにしたようです。しかし、それから10分ほど経っても彼女が降りてくることはなく、携帯に何の連絡もありません。そこで A 子さんはもう一度信子さんに電話をかけることにしたのです。すると電話はつながったのですが、不可解な声だけが聞こえてきました。というのも、ああ、とか、ううというような声だけが聞こえてきたそうで、またも電話は切れてしまったと言います。この声は悲鳴のような声だと友人は思ったそうで、通話時間は 4.5 秒ほどだったそうです。その後何度か信子さんの携帯に電話をしたのですが、呼び出し音が聞こえるだけで彼女が再度出ることはありません。そして12時21分に信子さんの友人は痺れを切らして彼女の部屋に直接向かいました。信子さんの自宅はマンションの3階にあったそうで、インターホンを鳴らします。しかし何も音はないのです。また友人は信子さん宅のドアが施錠されていることも確認しています。そしてこの時信子さん宅の玄関前にあるものが置かれていることを発見しました。それは車椅子だったそうです。実は信子さん宅の隣の部屋には信子さんの義母が住んでいたそうで、義母は耳が遠く足が不自由でした。そのためこの車椅子は義母の車椅子だったといいます。一体なぜ信子さん宅の玄関前に義母の車椅子が広げて置かれていたのかは不明ですが、友人は信子さんにドタキャンされたと思い、12時半頃に怒ってその場を立ち去ることにしたのです。そうして友人の A 子さんは信子さんに会うことができず帰ってしまったわけですが、その後信子さんと連絡が取れないことを不審に感じ始めました。そして午後7時半頃に友人は入院中の信子さんの夫に連絡を取ることにしたのです。そこで信子さんが病院に行っていないか尋ねました。すると驚くべき事実が発覚するのです。なんと信子さんはその日病院には来ていないというのです。さすがに何かおかしいと感じた友人は信子さんの夫と共にマンションへ向かっています。しかし部屋は施錠されており、室内からの応答もありません。そして夫はこの時自宅の鍵を持っておらず、鍵屋を呼んでドアを開けてもらうことにしたのです。つまり二人が自宅に着いた時の状況は昼間に友人が訪ねた時と同じ状況だったわけなのですが、一つだけ違う点がありました。というのも昼間は信子さん宅の玄関前に置かれていた義母の車椅子が畳んだ状態で元の場所に戻しておいてあったそうなのです。この元の位置というのが義母の部屋の玄関前なのか義母の部屋の中なのか明確な情報はないのですが、誰かが移動させたことは確かなようです。そして義母に対して車椅子について尋ねると知らないと返答したといいます。その後鍵屋が来て午後8時半頃に部屋の中に入ることができました。しかしそこに信子さんの姿はどこにもなかったのです。ここからは信子さん宅の状況を詳しく見ていきます。まず室内に荒らされた形跡はありませんでしたが、スリッパが若干乱れていたそうです。そしてベランダには洗濯物が干されたままになっていました。また信子さんが朝にシャワーを使ったような形跡も残っていたそうです。その他入院中の夫の元に届けるつもりだった着替えの入った袋や信子さんがいつも使っていた化粧品などは自宅に残されていました。さらにテーブルの上には袋から出したと思われる信子さんと夫の診察券が放置されていたといいます。しかし自宅からなくなっていたものもあったのです。それは信子さんがいつも使用していたショルダーバッグです。このバッグの中には携帯電話や夫の障害手帳、夫への見舞い金などの現金約25万円、その他カード類などが入っていたと推測されています。
こうして信子さんは忽然と姿を消してしまったのです。そして信子さんがいなくなったと聞いた彼女の友人たちは手分けして探すことにしました。信子さんには8人の女性の親しい友人がいたそうなのですが、どこを探しても彼女を発見することはできないのです。また信子さんの兄にも連絡が行き、心配した兄は広島市東警察に電話で連絡しています。そして翌日の9月25日、信子さんの夫や友人たちが広島市東警察署に赴き、事情を話して事件として捜査を依頼しました。しかしこの時に警察は子供ではないのだからと事件としては取り扱わず、家出人としてしか取り扱ってくれなかったといいます。そしてこの日の午前9時10分、信子さんの携帯に電話をかけました。その際呼び出し音は鳴ったのですが、彼女が出ることはなかったのです。その後家出人として取り扱っていた警察ですが、信子さんの携帯の電話会社に電波を調べるように依頼しました。すると失踪翌日の9月25日午後9時10分頃に、広島県呉市にある呉駅のあたりで携帯の反応がなくなったそうです。ここは信子さん宅のマンションから車で30分ほど南に行った場所にあります。つまり彼女の携帯は失踪翌日の夜にかけてこの呉駅周辺まで移動しているということになるのです。とはいえそれ以外に手がかりはなく、5日が経ってしまいます。しかし失踪から5日後の9月29日の朝、信子さんの自宅マンションにとんでもない内容の手紙が届いたのです。その手紙には次の言葉が書き記されていました。私もやっと妻子と別れ、晴れて信子と一緒になることができました。二人を探さないでください。驚くべきことに、まるで信子さんが誰かと不倫して蒸発したかのような内容だったのです。この手紙はワープロで書かれていたため筆跡などはわかりません。そして消し印に関しては失踪から2日後の9月26日付で福山郵便局から配送されたものだと判明しています。福山郵便局は広島県福山市にあり、信子さん宅から90キロ以上も離れていて、車でも1時間半はかかるのです。一体誰がこんな手紙を送付してきたのでしょうか。本当に信子さんが誰かと不倫しており、その人物がワープロで手紙を送ったとも考えられるのですが、信子さんと親しい8人の女性の友人たちは皆揃って信子さんに思い当たる男性の存在については知らないと証言しています。ただ信子さん失踪に関して何者かが関係しているかどうか調べる方法が一つ残っていました。それはマンションに設置されていた防犯カメラです。心臓が悪かった信子さんはマンションから出る際に必ずエレベーターを使用していました。そのため失踪当日の防犯カメラの映像を確認すれば、信子さんが一人でどこかに出かけたのか、誰かと一緒に外に出たのかわかるはずなのです。そうして家族は警備会社に事情を説明し、映像を見せてもらうことができています。そして防犯カメラの映像を失踪当日の午前11時から午後9時までチェックしました。しかし不可解な事実が発覚するのです。なんと映像の中に信子さんは一切映っていなかったそうなのです。その代わり信子さんが失踪したとされている時間帯にエレベーターで上り下りしていた一人の男性の姿が確認されています。その男性は60歳前後と見られているのですが、別の階に降りていました。これらのことから信子さんがマンションから出た方法は階段を使ったとしか考えられないのですが、彼女を知る知人によると、心臓の悪い信子さんがわざわざ階段を使って降りることは考えられないと言います。そして信子さんの夫は9月30日ワープロで打たれていた不可解な手紙と防犯カメラの映像を持って再び広島市東警察署に行き、事件としての捜査を再度依頼しました。そこで警察が信子さん宅で現場検証を実施しています。しかし現場に争いの跡がなく、自分で出て行ったのでしょうと言われたそうです。つまり警察は本件を事件ではなく自発的な失踪と見ているということになります。こうして事件として捜査が行われることはなかったのですが、信子さんの兄や友人には一つ引っかかっていることがあったのです。実は信子さんはあるトラブルを抱えていたそうなのです。それは夫方の親族との間に遺産相続をめぐってのトラブルだったのです。何でも信子さんは夫の母親、つまり信子さんの義母の財産を管理していたのですが、この財産の相続権をめぐって夫方の親族から脅迫を受けていたというのです。その夫方の親族がたびたび信子さん宅に押しかけて、命を奪うぞという内容の言葉を言い放っていたといいます。この脅迫の内容については信子さんの部屋に一緒にいた友人も聞いていたそうです。
また信子さんはこの脅迫に恐怖を覚え警察を呼んだり実家の父親にも相談していました。さらに怖くなった彼女はマンションを変わろうと別のマンションも探していたといいます。そして相談を受けた信子さんの父親は娘のことが心配になり何かあった時のためにと言って秘密に娘の名義で彼女の通帳に1000万円を入れていたそうです。しかし信子さんが失踪した後も彼女の通帳は部屋に置きっぱなしになっており、キャッシュカードから現金を引き出した形跡はありませんでした。このようなトラブルがあったため、信子さんの兄や友人らはホームページを開設し、本件の事件性を訴えていたのです。ただ、この訴えが警察に聞き入られることはなく、夫方の親族に対する失踪時のアリバイなども調べられていません。そして信子さん失踪の数年後には、信子さんのことを脅していたとされる親族の姉が、信子さんの夫に次の言葉をかけていたといいます。信子さんは生きている。夫の友達が信子さんが男といるのを見たと言っていた。母のところに出入りしている人が信子さんは男と逃げていると言っていた。誰でも言っている。この話は信子さんの兄の耳にも入りました。そして信子さんの兄はこの発言をしていた人物に信子を見たというその人を紹介してほしいと訴えたのです。しかし紹介してもらうことはできませんでした。ここからは本件について考察していきます。まず信子さんが自発的に失踪したという線は薄いと思うのです。なぜなら失踪しようとする人物が友人とこれから会うという約束を取り付けるとは考えにくいからです。また室内に荒らされた形跡はなかったものの、夫に届けるつもりだった着替えの入った袋を用意しています。そのため信子さんは失踪当日病院に行こうと準備を進めていたと考えられます。さらに部屋の中に着替えの入った袋がそのまま残されていることから、彼女は玄関の外ではなく自宅の中で襲われた可能性が高いと思うのです。そしてワープロで書かれた手紙が届いた件についてなのですが、これは犯人の偽装工作の可能性が高いと感じます。というのも信子さんが本当に不倫しており、駆け落ちしたのであれば心臓病や癌を患っている彼女の診察券がそのまま残されているのが不自然であり、自身の預金に全く手をつけていないということにも違和感を覚えるからです。ただこれに関しては病気を治すことを諦め診察券を置いていった可能性もありますし、居場所を特定されたくないために預金に手をつけていないとも考察できます。その場合は駆け落ちした相手と一緒に人生の幕を下ろす覚悟で出て行ったとも考えられるのですが、それならなおさらのこと、失踪直前に友人と昼食に行く約束を取り付けるとは考えにくく、昼食の後に夫の病院に行く具体的な段取りなども立てないと思います。そしてどうやって信子さんをマンションの外まで運んだのかという点ですが、当初犯人は信子さんを義母の車椅子で運ぼうと考えていたのではないでしょうか。憶測にはなりますが、犯人は気絶させた信子さんを車椅子に乗せてエレベーターまで向かおうとしたのです。意識が朦朧とする中、信子さんは携帯の着信履歴などから午前11時48分、友人に電話をかけますが、友人は運転中だったため出ることはできませんでした。そして友人がかけ直した時、信子さんがどうにかして携帯のボタンを押しますが、ああ、とだけしか言えなかったのかもしれません。犯人は信子さんを車椅子に乗せてマンションから出ようとしたところ、ちょうど友人の英子さんがエレベーターで3階に上がろうとしていたか、防犯カメラがあることを思い出した犯人が一旦信子さんを部屋まで連れ帰りました。その時車椅子を部屋の中に入れることができず、外に放置した車椅子を友人が見つけたのかもしれません。その後友人が帰ったことを確認した犯人は信子さんのことをおぶって階段から降り、マンションの外に連れ出したとも推測ができます。ここまでの真相については個人的な憶測にはなるのですが、ここで重要になってくるのが、もともと義母の車椅子が一体どこに置かれていたのかという点です。考えられる可能性として、信子さん宅の玄関の中、または義母宅の玄関の外、もしくは義母宅の玄関の中ということになります。車椅子が置かれていた場所が信子さん宅の玄関の中、義母宅の玄関の外ということであれば、信子さんの部屋を訪ねてきた何者かが犯人ということになるのです。しかしもしも車椅子が置かれていた元々の位置が義母宅の玄関の中ということなのであれば、話が変わってきます。なぜなら義母宅に入ることができる人間が車椅子を持ち出せるということになるからです。
義母は車椅子について知らないと答えているため、義母に直接接触したわけではなく、義母の部屋を何らかの方法で解錠し、部屋の中から車椅子を取り出して犯行に使おうとしたのかもしれません。とはいえ、分かっている事実は、昼と夜では車椅子の位置が変わっていたということだけであり、犯人が最初から車椅子を使おうとしていたのかは不明です。結局犯人像については、公開されていた情報から、夫の親族筋の人間が怪しいという指摘がネット上で噂されていますが、証拠は何もないのです。一人の女性が失踪した本事件。信子さんの夫はその後、彼女と再会を果たすことなく、この世を去りました。真相が明らかになることを祈るばかりです。2020年、北海道で一人の少年が失踪しました。遭難するはずがない山と呼ばれた活火山で、姉二人と一緒に来ていたのにもかかわらず、忽然と姿を消してしまうのです。詳細を見ていきましょう。後に不可解な失踪を遂げることとなる佐藤翔さんは、高校1年生の15歳でした。彼は北海道の函館市に家族と住んでいたそうです。そして翔さんが失踪することとなる2020年、新型のウイルスが世界的に流行しており、高校も休校になっていたのです。彼には姉が二人いたのですが、休校中の気分転換になればと、一つの予定を立てました。それは函館市の東部に位置する恵山に行こうというものです。恵山は標高618メートルの活火山であり、北海道の百名山に選定されています。翔さんはこの山に登ったことはなく、初めてのことだったそうです。そうして2020年5月15日、姉が運転する車で目的地である恵山に向かいました。当日、恵山の周辺の天気は晴れていたそうです。そして恵山の登山口である標高300メートルまでは車で行き、加古原駐車場に車を止め、姉二人と共に頂上に向かいました。翔さんと姉二人が登山を開始したのは午前8時頃のことだったといいます。山頂までの登山道は大人の足でも約1時間で到達できるそうで、気軽にチャレンジが可能な場所なのです。それでいて、恵山は目の前に立ち上がる噴気や荒々しい溶岩が広がっており、周辺には草程度の植物しかないため見通しも良く、異次元の世界を体験させてくれるといいます。翔さんが気軽にチャレンジできるという噂を知っていたのか分かりませんが、ジャンパーやズボン、スニーカーという軽装で登山を開始したのです。また水や食料、所持金なども持ち合わせていなかったといいます。さらに翔さんは普段から携帯電話を持っていなかったそうです。彼がもともと携帯を持っていなかったのか、外出時に持ち歩こうとしなかったのかは不明ですが、もともと A さんはわずかな範囲を除いて電波が届かず、ほとんど圏外になってしまうといいます。そんな中、翔さんは姉二人と登山をしていたわけですが、登山道は比較的整備されており、問題なく山頂に向かって足を運んでいました。とはいえ、足元には大きな石が転がっており、滑りやすい砂で覆われている場所もあったといいます。そして登山を開始して1時間半が経った午前9時半ごろ、無事に3人は山頂に到着することができました。頂上では姉が翔さんの姿を記念撮影しています。この時姉たちは翔さんが余裕そうな表情をしていたと証言していました。その後3人は下山することにしたのですが、ここで翔さんが姉2人に次のように告げたそうです。先に降りる。このように告げ、翔さんは一人で歩き始めたのです。彼は姉二人よりも12、3歩ほど先を歩いていたそうなのですが、姉たちは翔さんの姿を確認していました。しかし下り始めてから 1、2 分後、最初のカーブに差し掛かったところで姿が見えなくなったといいます。ただ姉たちは翔さんが先に駐車場に戻っているのだろうと思い、そのまま下山を続けました。そして午前11時ごろ、姉二人が駐車場に到着しています。ただそこで姉たちは一つの違和感を覚えるのです。というのも、先に降りていたはずの翔さんの姿がどこにもないのです。一体どこにいるのだろうと姉二人は翔さんを探し回ります。しかしどこにも彼の姿がないのです。姉たちは9時間ほど付近を探して回りましたが、彼を発見することができず、その代わり近くにある旅館の明かりを見つけました。そして姉たちは旅館の人に対し、弟が行方不明になったことを話しています。この時に旅館の人がただごとではないと思い、警察に話したのか尋ねると、まだ通報は入れていなかったらしく、旅館の人に促される形で通報を入れたのです。時刻は午後8時頃になっており、辺りは暗闇に包まれていました。すでに日も暮れていたため、その日の捜索は断念して翌日から捜索が行われることになったのです。
そして翌日の5月16日午前4時半から消防や警察50人以上で翔さんの捜索が開始されています。しかしこの日は霧がとても濃いことから捜索は難航してしまったのです。その後警察犬や自衛隊が出動したりヘリコプターを飛ばして上空からも捜索が行われましたが、彼の姿を発見することはできず、約10日間で540人を動員しています。また山のふもとやダムの周辺などにも範囲を広げて探し回りましたが、彼の行方をつかむことはできませんでした。さらに翔さんの失踪を聞いて駆けつけた登山愛好家たちが捜索に参加しています。その中で何十回も恵山に登ったことのある登山愛好家の一人は、気軽にチャレンジできる一方で大きな穴があったり強風で吹き飛ばされるなど身の危険を感じることもあったそうなのです。もちろん登山道は整備されている場所が多いのですが、一歩踏み外すと滑落する危険性もあるというのです。とはいえ仮に翔さんが足を踏み外して滑落してしまったのであれば、連日の捜索で発見されてもおかしくないと言います。なぜなら恵山は木々が少なく、植物は草程度で、岩肌がむき出しになっている場所が多いため、とても見晴らしがいいところだからです。つまり、滑落してしまい、怪我を負って、その場所から動けないでいるのであれば、木々が生い茂る森などに比べて、上空などからも見つけやすいのではとされました。しかし、翔さんが登山道を間違えて進んでしまったなら、別の話になってしまいます。というのも、翔さんと姉二人が登山を開始したのは、西側にある加工原駐車場なのですが、実は恵山の登山道から東側には、同じような駐車場があるそうなのです。ここはホテルの駐車場なのですが、万が一、翔さんが駐車場の場所を勘違いして、東側を目指して降りていったのなら、そこは木々が生い茂っているため、滑落した場合、捜索は難航してしまうというのです。しかも東側のエリアは急斜面になっているところが多く、警察の捜索も手薄になっていたエリアでした。そこで集まった登山愛好家たちは東側のエリアを中心に捜索を行ったのです。しかしその捜索で翔さんの手がかりを見つけることはできませんでした。ここで佐藤翔さんの特徴を今一度確認していきます。彼は高校1年生の15歳で、身長は175センチくらい、体型は痩せ型で、黒のつば付きの帽子、黒のジャンバーとズボン、白のスニーカー、黒縁の四角の形をしたメガネをしていました。函館中央署はこれまで、延べ約700人を動員し、捜索を行っていますが、未だに彼は見つかっていません。一体翔さんはどこに行ってしまったのか、ここからは本件について考察していきます。まず翔さんの家族によると、彼が家出をするような様子はなかったと証言していました。このことを言い換えると、翔さんが悩みを抱えていた可能性は低く、自発的な失踪という線は薄いと感じます。とはいえ15歳の少年のため、家族に言えないような悩みを抱えていたとも考えられるのですが、もしも自発的な失踪を考えていた場合、わざわざ姉と一緒に登山に行った先で失踪しようと思うのか疑問にも感じるのです。自発的な失踪ではないとすれば、何者かによる連れ去りの線も考えられます。ただ当日は緊急事態宣言の最中であり、北海道にもこの宣言が発令されていました。そのためか、登山客は翔さんたちの他に一人しかいなかったそうで、警察は何者かに連れ去られた可能性は低いと見ているようです。しかし登山道ではなく駐車場であれば、無理にでも車に引き込むこともできるかもしれません。その場合は最初から彼を狙っていたというよりも突発的に連れ去ったと考えられますが、計画性もなく身長175センチの少年をいきなり連れ去ろうとするものなのでしょうか。個人的には自発的な失踪や連れ去りという線よりも事故にあった可能性が高いと感じます。恵山は見晴らしが良く、登山道も整備されているのですが、クラックと呼ばれる場所に落ちてしまった可能性もあるというのです。クラックとは山において裂け目や割れ目という意味なのですが、通常クラックは人間の体が入らない程度の幅だそうです。ただ登山愛好家が証言するように、落とし穴のように大きなクラックがあり、たまたまそこに落ちてしまった可能性も否定できません。しかしそんな大きな穴はそこら中にあるわけではないため、万が一翔さんがクラックに落ちた場合、逆に捜索で見つけやすいのではとも感じます。他の可能性として考えられるのは、下山中に滑落してしまった翔さんが意識を失い、目が覚めた時には周りが霧に包まれていて、周囲の方向が全くわからなくなってしまったというものです。恵山は見晴らしがいいとはいえ、霧が出ると視界が奪われてしまうため、駐車場とは全く別の方向に進んでしまい、山の中に迷い込んだとも考えられます。しかも彼は携帯電話を持ち合わせておらず、連絡の手段が全くないのです。
失踪の翌日に警察がAさんを探していましたが、もしかするとこの時には遠くの方まで移動していたのかもしれません。また恐ろしいことにAさん周辺は熊も出るというのです。翔さんの姉に対し警察への連絡を助言した旅館の人は、登山していた上の方に熊は出ないと話しており、日中は熊は活動しないとも証言しています。しかし、江山の麓や周辺の山であれば、熊が出没してしまうのは事実であり、函館市のホームページにも、熊に対する注意を促す文言が掲載されているのです。実際、捜索隊の中には、猟銃を持ちながら歩く猟師らしき人物の姿もありました。このことから、翔さんが熊に襲われた可能性も否定できません。そして本件では、なぜ翔さんは一人で先に山を降りたのか、疑問視する声が上がっています。彼がこのような行動を取った真意は分かりませんが、ネット上では様々な憶測が流れていました。ただ単に一人で山を歩きたかったのではという声や、姉二人と喧嘩をして一人になりたかったのではという意見も上がっています。また下山道を一人で降りた先で岩肌などに隠れて、後から降りてきた姉たちを驚かせようと先に降りていったのではないかと予測する人もいました。いずれにしても、翔さんが忽然と姿を消してしまったことには変わりなく、真相を紐解くことは難しいとされています。一人の少年が標高618メートルの活火山で失踪した本事件。翔さんの父親はメディアの取材に対し、息子が江山に来たのは初めてなので、遠くに行っていないはず。早く見つかってほしい、ただそれだけです、と語っています。佐藤翔さんが無事にご家族と再会できることを祈るばかりです。2002年、東京に住んでいた一人の大学生が失踪しました。しかし、彼女が住んでいた場所とは全く別の場所に重要な手がかりが残されていたのです。一体何があったのか、詳細を見ていきましょう。後に、本件で失踪することになる津野玉恵さんは、1982年2月12日に出生します。彼女は東京都三鷹市に住んでいたようで、兄がいたそうです。角田さんの趣味は音楽であり、よくピアノを弾いていました。そんな角田さんが失踪することとなるのは、2002年の11月のことだったのです。当時彼女は大学3年生で、それまで連絡なしで学校を休んだことはなく、真面目に通っていたといいます。また、失踪する経緯に関して2つの情報があるのですが、情報元が不明確となっているため、一つずつ見ていきましょう。まず一つ目の説ですが、角田さんは父親と自宅で口論し、そのまま家を飛び出していったという話がありました。とはいえ、口論のやり取りがどんなものだったのかは分かっていません。ただ、気の見気のまま自宅を飛び出したそうなので、かなり感情的に言い合いをしていたのだと思われます。そしてもう一つの失踪に関する経緯ですが、実はこの時期、角田さんの父親が単身赴任で長野に赴いていたという情報がありました。そして長野で父親が手術を受けることになったらしく、角田さんの母親が11月7日から長野に出向いていたそうです。つまり、角田さんが失踪するまでの1週間、両親がいない自宅で兄と生活を送っていたことになります。また、角田さん本人も11月14日から長野に訪れる予定を立てており、そのために必要な切符も手配していたそうなのです。しかし、失踪前の11月11日から13日に連絡なしで学校を休んだことがなかった角田さんが、なぜか学校を休んでいたといいます。体調不良で学校を休んでいた可能性もありますが、それならば連絡を入れるのではないでしょうか。そして長野に出向くことになっていた前日の11月13日朝7時頃、この日角田さんのお兄さんが起床した時には、すでに角田さんは忽然と姿を消していたのです。このように父親と口論して飛び出し、そのまま行方不明になったという経緯と、兄が起床した時に姿が見えず、そのまま行方不明になったという二つの情報があります。いずれにせよ、不可解な失踪に家族は心配を募らせて、角田さんが所持していた携帯に連絡をしたのです。しかし、一向に彼女が携帯に出ることはありませんでした。そのため、家族は警察に捜索願いを出しています。そして警察の捜査が始まるのですが、一つの不思議な事実が判明するのです。というのも、角田さんの携帯電話の電波が東京都三鷹市から遠く離れた山梨県の山中で途切れていたというのです。さらに、角田さんの電波を捉えたのがとんでもない場所でした。どうやらそれは上野原という場所で、ここは地元の警察が危険な場所として厳重に警戒をしていた土地だったそうなのです。
実際、廃屋や廃墟が多く残されている場所であり、侵入者が絶えなかったといいます。その侵入者というのが、廃屋マニアから宗教関係者まで多岐にわたっており、あの有名なオウム真理教のアジトもあったそうです。そのため、山の中でも警察車両が警戒をしており、ポスターなども貼られ、注意喚起を行っていました。そんな危険な場所で、一体なぜ二十歳の大学生の角田さんの携帯の電波が確認されたのでしょうか。角田さんが住んでいた東京都三鷹市から山梨県の上野原は距離的に50キロほどのため決して行けなくはないと感じます。しかし、もしも角田さんが父親と口論したことで自宅を飛び出し家出を考えていたのなら、わざわざそんな危険な山の中に一人で入っていくとは考えにくいと思います。また父親と口論をしていなくても、当時何か悩みを抱えており一人になりたいと思い家出したとも考えられるのですが、警察は驚きの見解を示したのです。それは角田さんが三鷹周辺で何者かに拉致され、山梨県の上野原で携帯を捨てられたのではないかというもので、さらには角田さん自身は北朝鮮に送られた可能性が強いと発表しているのです。そのため角田さんは拉致の可能性を排除できない特定失踪者リストに登録されています。確かに角田さんが失踪したとされる東京や山梨には、過去の動画でも紹介した大町ルートと呼ばれる物流ルートが存在しました。大町ルートは千葉、東京、山梨、長野、富山、新潟を抜けるルートで、過去には北朝鮮に様々な物資が輸出されています。とはいえ、これだけで角田さんが拉致被害に遭ったとは断定することは難しく、目撃者などの情報もないのです。ここで一度角田舞さんの特徴を確認していきます。彼女は失踪当時二十歳の大学3年生であり、身長は153センチ、体重は44から6キロとやや痩せ型でした。そしてコンタクトレンズを着用しており、失踪時に身につけていたと思われる服装は黒のフード付きの短めのジャンパーで、白のスニーカー、そして黒のカバンと MD ウォークマンとされています。この情報が正しければ、父親と口論して、そのまま着の身着のまま出て行ったわけではなく、黒のカバンと MD ウォークマンを持ち出すだけの考えはあったのだと感じます。そして彼女が失踪してから2年の月日が流れ、どうすることもできないご家族がテレビの公開捜査番組に依頼したのです。それはテレビ朝日で放送されていた奇跡の扉、テレビの力という番組であり、5週間にわたり放送し、広く情報を求めました。また番組独自で超能力捜査や探偵調査もしています。そしてドイツ捜査当局から捜査依頼をされている超能力者のマレック・シベドフスキが角田さんのことを投資捜査しました。そこでマレックは次のことを投資しています。角田さんは男と一緒に森に行き手にかけられた。そして東京と山梨のちょうど真ん中のあたりにある神奈川県の津久井湖のボート乗り場の桟橋付近に角田さんはいて、秋には解決すると投資していました。しかし捜索を行ったものの何も発見できず、番組はマレックに再度連絡を行ったのです。するとマレックは来日して捜索すると言い出し、日本にやってきて再度投資をしました。そして驚くべきことに、以前マレックが投資した神奈川県の津久井湖で変わり果てた成人女性が発見されたのです。番組はこの内容を緊急速報として放送し、その後警察から角田さんの母親の元に連絡が来ました。しかし歯の治療痕や身体的特徴から発見された成人女性は角田さんではないと断定されたのです。こうして捜査は振り出しに戻ってしまいました。ここからは本件に関して考察していきたいのですが、まず角田さんの失踪に関する経緯が2つあることから、彼女が自ら家で目的で自宅を出たのか、それともどこかへ出かけていき、そこで事件に巻き込まれてしまったのか、断定しにくいと感じます。ただ、学校を連絡なしで休んだことのなかった彼女が、失踪前の2日間、なぜか無断で休んでいるのです。このことから、いつもとは違う状況にあったのだと思います。例えば学校生活に何か悩みを抱えていたり、将来の進路をどうするか考えていたのかもしれません。しかし11月14日から長野に訪れる予定を立てており、そのために必要な切符も手配していたという話があるため、家出をしようと思っていたとは考えにくいと思います。なぜならこれから家出をしようとしている人間が先の予定を立てるとは考えづらいからです。とはいえ、これに関しては逆に捉えることもできます。
というのも、長野に行くための切符の手配を角田さん本人が行っていたのか、ご家族が行っていたのか、明確にはわからないからです。憶測にはなりますが、長野に行くのがどうしても嫌な理由があったのなら、長野に行く前に家出をしたとも考察ができてしまいます。本件は北朝鮮に拉致された可能性を排除できないとされているのですが、そもそも北朝鮮が日本人を拉致する目的は、何か技術を身につけた日本人を連れて帰り母国に広めるためだとされているのです。角田さんが大学でどんなことを学んでいたのか不明ですが、もしも彼女が特化した技術を学んでいたのなら、その技術を盗むために拉致された可能性もあると思われます。ただ彼女の携帯の電波が山梨県の上野原という場所で途絶えているため、当時存在していた危険な組織の犯罪に巻き込まれた可能性もあるかもしれません。一人の女性が失踪した本事件。現在角田舞さんは40歳になっています。一日も早くご家族と再会できることを祈るばかりです。2011年、大分県で一人の主婦が失踪しました。彼女が忽然と姿を消した町では、他にも2つの事件が起きていたのです。詳細を見ていきましょう。後に謎の失踪を遂げることとなる三永町子さんは、1975年9月25日に出生します。彼女は大分県の別府市にある学校を卒業後、地元で就職したそうです。また、とても慎重な性格の持ち主だったといいます。実際、自分一人で県外に出ていくことはほとんどありませんでした。そんな彼女は一人の男性と結婚し、長男、長女と子宝に恵まれています。失踪当時、大分県の日出町という人口2万8000人ほどの静かな海沿いの町で、家族仲良く4人で暮らしていたのです。自宅は田畑に囲まれた一軒家であり、林家まで150メートルほど離れていたといいます。そして町子さんは声が実年齢よりも若くて高かったそうで、手先が荒れやすいため指輪はしていませんでした。このように幸せに暮らしていた町子さんは、子供たちのことを一番に考える子煩悩なお母さんになっていきます。結婚してからはずっと専業主婦であり、長男と長女が小学校に通い出すと、子供たちの帰りをいつも自宅で待っていました。また週に3日は子供たちの習い事があり、そこで顔を合わせるママ友などの友人関係も良好だったといいます。その際に町子さんは、私もいい加減子離れしないとね、と笑って話していたそうです。しかし、そんな平凡で幸せな日常は突然に崩れてしまうのです。彼女が謎の失踪を遂げる3日前のこと。当時34歳の町子さんは、仲のいい友人複数人とカラオケをしていました。その際の彼女はいつもと変わらない楽しそうな様子で、近々行われる小学校の運動会の話などをしていたといいます。またもうすぐ親戚の結婚式もあったようで、そこで着るための服を友人と一緒に買いに出かけたそうです。その後は友人宅でおしゃべりをしながらお茶をしています。そして今度はランチでも行こう、またね、と言って別れました。失踪当日となる2011年9月12日月曜日、当日の最高気温は約30度であり、雨は降っていませんでした。平日のため子供たちは小学校があったのですが、この日の町子さんは一つだけいつもと違っていたのです。というのも、この日の彼女は朝から体調が優れなかったそうなのです。そのため朝の支度が遅れてしまいました。いつも子供たちは徒歩で通学をしていたのですが、間に合いそうにないということで、町子さんが車で送り届けることになったのです。そうして子供たちを無事に小学校に送り届けたのですが、午前9時45分頃、一本の連絡が入りました。それは小学校からであり、どうやら学校でトラブルがあったそうで、長女の前歯が欠けてしまったというのです。そして学校側は町子さんに長女のことを迎えに来てほしいと申し出てきました。この連絡を受けた町子さんは再び車で小学校へと向かっています。そして午前10時過ぎに小学校に着いた町子さんは長女を引き取りました。そのまま2人は地元の歯科医院へと向かったのです。そこで長女は歯の治療を受けています。その後、町子さんと長女は歯科医院から約1キロほど離れたスーパーマーケットに立ち寄りました。この時にお店の防犯カメラには、買い物をする親子の姿が記録されています。
そして午前11時半ごろに町子さんは長女を小学校へと送り届けたのです。その際に町子さんは長女に次のように話しました。家に帰って寝ているから終わったら電話して。この言葉に関しては気分が悪いから病院に行くねと話したという情報もあり、どちらが正しいのか明確には分かっていません。いずれにせよ町子さんは長女を小学校まで迎えに行く予定だったといいます。しかし町子さんが長女を迎えに来ることはありませんでした。そして午後3時ごろ長女は小学校から歩いて帰宅しています。長女によると自宅の玄関の鍵は開いたままになっていたそうです。ちなみに町子さんは普段必ず鍵を閉めていました。そして家の中にはいつも待ってくれているはずの町子さんの姿がどこにもないのです。自宅には長女を学校に送って行った時に使用していた車が残っていたため、彼女は一度自宅に戻ったとされています。母親がいないことに不安になった長女は父親と祖母に電話でそのことを伝えました。その後夫が帰宅したのですが、部屋の中は特に荒らされたような様子はなかったそうです。そして午後7時ごろに子供たちと祖母が町子さんの友人宅に出向いており、お母さんが来てない、いないんだけどと尋ねたと言います。しかし町子さんの行方を知る友人はおらず、そのまま忽然と姿を消してしまいました。さらに彼女と共に町子さんの持ち物が数多くなくなっていることが判明します。それは町子さんが普段使っている財布などが入ったバッグ、普段使用していたモノトーン色のポーチ、白い花飾りのついたビーチサンダル、家と車の鍵がなくなっていました。そして彼女の健康保険証やキャッシュカード、クレジットカードもなくなっており、これは財布の中に入っていたものだと推測されています。さらに毎日使っていたあるものが消えていたのです。というのも町子さんが普段愛用していた白い枕もなくなっていたそうなのです。この枕は過去に自宅から持ち出したことはなかったといいます。そして長女がタオルケットの代わりに使用していたバスタオルもなくなっていました。こうして様々なものが消えている中、逆に自宅に残されたものもあったのです。それは町子さんの携帯電話であり、出かけるときはいつも持ち歩いていたのにもかかわらず布団のそばに置かれたままになっていました。また化粧品や着替えは一枚も持ち出された形跡はないのです。そして冷蔵庫の中には歯科医院の帰りに立ち寄ったスーパーマーケットで購入したとみられる飲みかけのお茶のペットボトルが残されていたといいます。ちなみに町子さんが休んでいたとみられる部屋の窓とカーテンは全開だったそうです。その後町子さんと一緒に亡くなっていたキャッシュカードやクレジットカード、保険証などが使用された記録は確認されていません。警察は自宅の鑑識などをしていませんが、警察犬を使って捜査が行われたといいます。その時に警察犬はすぐに家の前に戻ってきたというのです。このことから町子さんが歩いてどこかへ行った可能性は低いとされました。もちろん夫や子供、親戚や友人には町子さんが自発的に失踪する理由など思い当たるはずがなく、全く目撃情報もないのです。むしろ町子さんは約2週間後に自分の誕生日を控えており、そればかりか子供たちの運動会や親戚の結婚式など楽しい予定がたくさんありました。警察は自発的に失踪したと見ているようですが、夫はそんな話を信じることはできず、町子さんを探し出すためにブログを開設し情報を集めることにしたのです。そのブログには、妻は慎重な性格で石橋を叩いて渡るのも躊躇するくらいですから、派手な行動などをしているとは考えづらいですと書かれていました。ここで三永町子さんの特徴を今一度確認していきます。彼女は失踪当時34歳で、身長は152センチから153センチ、体重は43キロから45キロの痩せ型だったそうです。髪の毛は肩よりやや長めで、後ろで一つに束ねていることが多かったといいます。服装については、いつも着用しているものであり、T シャツにベージュに近い茶色のパンツでした。そして町子さんの失踪から1ヶ月ほどが経った2011年10月、不可解な電話がかかってきます。何でも家族が受話器を取ると、女性の声で助けてと言って切れたそうなのです。この声の主が一体誰なのかは不明であり、もしも町子さん本人ではないとするならば常識のないいたずらです。
その後、進展はないまま時間が流れていき、町子さんの子供たちは転校して祖父母と生活をするようになったといいます。しかし夫は一人で町子さんの帰りを待ち続けたのです。そんな中、2012年になるとネット上にデマ情報が持ち上がりました。その情報は、町子さんが他に男を作って駆け落ちをして出て行った後、すでに家族の元に戻ってきているというものだったのです。このデマに関しては夫がブログの中で事実無根であると言い切っています。そして夫のブログには心ないコメントなども書き込まれました。そのことも影響したのか、町子さんの運転免許証の更新が行われなかったのを契機に、ブログや SNS を閉鎖してしまいます。その一方で、町子さんが暮らしていた大分県日出町の中で恐ろしい事件が2つも起きていたのです。一つ目は、町子さんが失踪した翌日である2011年9月13日に発生しています。この日、当時34歳の母親が2歳の娘を車に乗せてスーパーマーケットに買い物に来ていました。しかし娘が行方不明になってしまったのです。この母親は駐車場に車を止めて自分だけお店に入り、5分ほど経ってから車に戻ってみると娘の姿が消えていたと証言しました。2歳の娘は足が不自由であり、自力での歩行は困難だったため、何者かに連れ去られたのではないかと大騒ぎになったのです。しかしそれから半年ほどが経った頃に、とんでもない結末が待ち受けていました。なんと、行方不明になった2歳の娘の母親が夫に付き添われて自首しに来たというのです。その母親によると、スーパーマーケットに出向いた当日、起床すると2歳の娘がぐったりとしていて動かなかったといいます。つまり突然娘は原因不明でこの世を去ってしまったのです。しかしこの母親は救急に連絡を入れるわけでもなく、怖くなってしまい娘を抱きかかえ山林へと運びました。そしてなんと、そのまま2歳の娘を山林に放置し、落ち葉をかぶせて隠したというのです。この母親の供述通りの場所からは、変わり果てた娘が発見されました。ただすでに半年以上が経過しており、亡くなった原因を特定することはできなかったそうです。そのためこの母親が娘を手にかけたということについては立件できませんでした。つまりスーパーマーケットで娘が行方不明になったと騒いだのは演技だったということになります。その後、裁判で母親に懲役2年、執行猶予3年が言い渡されたのです。この事件で亡くなった2歳の娘と町子さんには特に面識はなかったそうですが、奇妙なる異次点がありました。実は母親が娘がいなくなったと嘘をついたスーパーマーケットは、町子さんが失踪直前に長女と立ち寄ったスーパーマーケットだったのです。もちろん町子さん失踪との直接的な関連はありませんが、同じ町内で、しかも1日違いで起こった事件ということにネット上で騒ぎになります。そして日出町ではさらにもう一つの事件が起きていました。それは町子さん失踪から約2ヶ月半ほど前である2011年6月27日に起きています。なんと日出町川崎在住の老夫婦が不審な最期を遂げて亡くなっているのが発見されたのです。この老夫婦は何者かによって刃物で攻撃を受けた痕跡が確認されています。老夫婦のうち当時86歳の旦那さんはテーブルにもたれかかった状態で、当時84歳の奥さんは床にうつ伏せの状態であり、抵抗した形跡はなかったそうです。捜査の結果、亡くなってから4日ほど経っていたといいます。このように同じ町内でまさかこんな残忍な事件が起きていたというだけでも恐ろしいのですが、さらにとてつもない偶然があったのです。というのも、老夫婦が亡くなった自宅の場所なのですが、町子さんが失踪当日に長女の歯の治療のために訪れていた歯科医院の斜め前にあったそうなのです。この事件に関しては3年以上が経過した2014年3月に意外な結論が出されてしまいました。どうやら老夫婦は何者かに手にかけられたのではなく、旦那さんの方が引き起こした無理心中だったというのです。この結論が導き出された要因としては、部屋が密室状態であり、争ったり荒らされた形跡がないことなどが挙げられます。そして旦那さんと奥さんの死亡推定時刻には数時間から半日のずれがあったそうです。何でも奥さんが亡くなった後も旦那さんの方が数時間生きていたといいます。
つまり老夫婦の間で起こった事件の真相として、旦那さんが奥さんを刃物で手にかけて、その後に旦那さんも自ら命を絶ったとされたのです。しかしこの事件に関しては謎が残っています。それは凶器が見つかっていないということです。捜査の中で2人の体に残っていた傷は家庭用の包丁に限りなく酷似しているとされました。ただ老夫婦の自宅にあった刃物からは血痕はおろか DNA なども見つかっていないというのです。仮に旦那さんが自宅にあった包丁を犯行に使った場合、犯行後に血痕を拭き取ったとしても DNA までは拭き取ることはできないはずです。さらに老夫婦の自宅は完全な密室ではなく2階の窓が開いていたという情報があります。このように凶器が見つかっていないという点と2階の窓が開いており完全な密室ではなかったという点だけでも本当に無理心中だったのか疑問が残りました。ここからは町子さん失踪として考えられる真相を他の事件との関連も交えながら考察していきます。まず町子さんは自発的に失踪したのか、それとも何者かによって連れ去られてしまったのかということですが、個人的には第三者による連れ去りだと思うのです。なぜなら自発的な失踪と考えた場合、あまりにも不自然な点が多いと思うからです。町子さんはとても子煩悩であり、子供たちのことを一番に考えて生活をしていました。これは周囲の友人や夫の証言からも明らかです。そんな彼女が子供たちを置いて自分の都合だけを優先して失踪するとは考えられません。またもうすぐ自分の誕生日や小学校の運動会、親戚の結婚式と楽しみな行事が控えていたのです。万が一彼女が人に言えない悩みを抱えており、その場の現状から逃げ出したいと思っていたとしても、車や携帯を残したまま移動しどこかで生きていくとも考えづらいと思います。さらに当日の町子さんは体調が悪く、長女の前歯が欠けるというアクシデントも起きていました。そんな日に自発的な失踪を決行するでしょうか。一つ考えられるとするならば、町子さんの体調不良が身体的なものではなく精神的なものだった場合です。この場合であれば精神的に全ての糸が切れてしまい、周辺にあった荷物を持って自宅を後にした可能性もゼロではありません。自分が誰かという感覚が失われてしまう乖離性遁走という症状に陥った場合は、子供思いの町子さんが姿を消してしまうこともあると思います。ただ枕を持って歩いている人間を町の人間が見つけていれば町子さんだと気づくはずなのです。しかし彼女の目撃情報は一切ありません。そればかりか警察犬はすぐに家の前に戻ってきているため、町子さんが徒歩でどこかへ行ってしまった可能性はほぼないと思われます。そうなれば彼女は何者かに連れ去られた、もしくは町子さんの意思で何者かの車に乗ったものの途中で連れ去られてしまったという可能性が高いのではないでしょうか。様々なパターンが考えられますが、ひじ町で起きた他の2つの事件と絡めて考えているネット上の考察も見受けられます。それらの考察の多くが、町子さんが他の事件の犯行現場を目撃した、あるいは犯人が町子さんに見られたと勘違いしたため口封じのために彼女を連れ去ったというものです。しかし老夫婦が亡くなった事件は失踪の2ヶ月半ほど前の話であり、母親が2歳の娘を遺棄した事件は失踪の翌日に起きていました。老夫婦の事件からは時間が経ちすぎており、警察は無理心中として処理しているため犯人がいると断定されたわけではありません。ただ老夫婦の事件が起きていた時期に偶然にも町子さんは斜め前の歯科医院を訪れていたそうです。これは歯科医院の診察履歴から分かったといいます。つまり事件当日に町子さんが歯科医院を訪れていたのであれば、犯人らしき人物を目撃した可能性もあるのです。もしもそんな偶然が本当に起きており、犯人が町子さんを次のターゲットに決めたとします。その場合自分の犯行がバレないようにするために一刻も早く動くのではないかと思うのです。しかし老夫婦の事件からは2ヶ月半という時間が過ぎているため、その間ずっと犯人は町子さんを連れ去る機会を伺っていたということになります。とはいえ老夫婦を刃物で手にかけた犯人がいるのであれば、なぜ町子さんだけは失踪に見せかけて連れ去ったのか違和感があるのです。
口封じが目的なのであれば、老夫婦と同じようにその場で手にかけるのではないかとも感じます。そして2歳の娘を遺棄した母親についてですが、この女が町子さん失踪に関わっているとは考えにくいと思います。なぜなら最終的に夫に自身の犯行を告白して自首しているため、町子さんに関して何か知っているのであればその時に話していると思うからです。そのため同じ町内で起きた他の2つの事件に関しては偶然に過ぎなかったと感じます。それでは一体誰が何のために町子さんをという話になります。本件を考察する人の中には、やはり彼女が枕と娘のバスタオルを持ち出していることに違和感を覚える方が多いようです。そして真相に近い説として囁かれているのがタクシー運転手による連れ去りでした。この説は当日に町子さんが体調を崩しており、病院に行こうと思って車に乗ろうとした際に偶然にタクシーが通りかかり乗ってしまったのではないかとされています。自分の体調が悪化していく中、町子さんは運転することを諦め、タクシーに乗って病院に向かおうと思ったのです。その際に後部座席で横になるため、枕やバスタオルを持ち出しました。しかし、タクシー運転手はそのまま町子さんをどこかへ連れ去ってしまったという可能性が囁かれています。ただ、この説にはかなりの違和感を感じます。やはりいくら体調が悪いからといっても、34歳の大人の女性が過去に持ち出したことのない愛用の枕を持ってタクシーに乗ることなどしないと思います。さらに彼女は自宅に携帯を忘れているのです。タクシーに乗るほど意識がしっかりしているのであれば、家族と連絡が取れる携帯を忘れるとは考えられません。個人的に本件の真相として強盗の線が強いのではないかと思いました。事件当日、町子さんは体調を崩しており、長女を小学校に送った後、本当に自宅で眠っていたと思われます。その際に、長女がタオルケット代わりに使っているバスタオルをかけて横になっていました。もちろんとても慎重な性格の町子さんは、玄関にも鍵をかけていたと推測できます。当日は最高気温約30度でしたが、クーラーをつけてしまうと体が冷えてしまいます。そこで町子さんは窓とカーテンを全開にして眠っていたのです。しかしその窓から犯人が入ってきたのではないでしょうか。三永さん宅は林家まで150メートル離れており、田畑に囲まれた一軒家のため、そこで何が起きようと近隣住民が気づくことは難しいと思うのです。眠っている町子さんは犯人の存在に気づき、そこで揉み合いになったのかもしれません。そして犯人は何らかの凶器を持っており、町子さんが抵抗した際に犯人の血痕などが枕やバスタオルについてしまいます。そこで犯人は自分の証拠を消し去るために枕とバスタオルを持ち去ったのです。また犯人は町子さんが自発的に失踪したと見せかけるために、彼女のバッグやサンダルなども奪い、玄関から逃走していきました。もちろんこれは憶測に過ぎません。自宅には争ったような形跡などもないとのことなので、町子さんが抵抗する間もなく襲われた、あるいは別の真相も十分に考えられます。一つ悔やまれるのが、自宅の鑑識などは行われていないということです。もし本件に犯人がいた場合、何らかの手がかりが見つかったかもしれません。一人の主婦が失踪した本事件、町子さんの夫はネット上でメッセージを残しています。町子へ、諦めるな、必ず帰ってこれることを諦めるな、どんな状況でも子供たちと会うために頑張れ、早く町子を返してくれ。三永町子さんが無事にご家族と再会されることを祈るばかりです。2013年、岩手県で一人の男性が失踪しました。彼は日帰りの出張先で忽然と姿を消してしまうのです。詳細を見ていきましょう。後に謎の失踪を遂げることとなる円田光大さんは東京都大田区に住んでいました。彼は真面目で誠実な人物として見られていたそうです。また円田さんのご両親によると、親思いの息子であり、少し引っ込み思案なところもあったといいます。そんな円田さんは失踪当時21歳の会社員1年目であり、医療系のエンジニアとして働いていました。そして失踪当日となる2013年3月7日、この日は日帰りの出張があったそうで、岩手県の盛岡市へ訪れていたといいます。
また、円田さんは同僚に対し、次のように話をしていました。明日も仕事があるので、東京に帰る。この言葉通り、彼はその日の仕事を終えた後、東京へ帰るために、新幹線の切符を購入しています。そして、最終の新幹線に乗るため、JR 盛岡駅の新幹線改札口に向かいました。これは午後8時頃のことだったそうで、そのまま改札に切符を通したのです。しかし、ここで思いもよらぬ出来事が発生しました。というのも、一体どういうわけなのか、改札機に止められてしまったそうなのです。切符の不具合なのか、改札の不具合なのか、明確に原因は分かっていませんが、とにかく円田さんは足止めを食らってしまいました。ここから円田さんは不可解な行動に出るのです。まず、改札口を背にして、そのまま立ち去ってしまいました。そして盛岡駅の1階にある多目的トイレに向かったのです。その場所で円田さんは30分ほど時間を過ごしています。さらに新幹線に乗車することはなく、なぜかタクシー乗り場の方へ歩いて行ってしまったのです。ここから円田さんは行方不明になってしまいました。それから2日が経った3月9日、彼の手がかりが発見されたのです。何でも盛岡駅から東の方向に位置する北上川沿いで彼のビジネスバッグが見つかったそうなのです。さらにそのバッグの中には現金や身分証がそのまま残されていました。そのためこの付近を警察も捜査していますが、それ以上の手がかりは見つからなかったといいます。そして円田さんが失踪してから4ヶ月が経過した2013年の7月、不可解な場所で彼の携帯が発見されました。その場所というのが盛岡駅の近くにあるビルの屋上だったのです。一体なぜそんな場所に彼の携帯が放置されていたのか、かなり不可解な状況ですが、さらにある事実が判明したのです。それは円田さんが失踪する約1ヶ月前からの通話履歴が一切ない状態ということです。これは何者かがデータを削除したものだとされています。また携帯には検索履歴が残っており、岩木さん、聖火盛岡という2つのワードを調べていたそうです。岩木さんは青森県にある山で、盛岡駅からは車で2時間以上かかります。そして聖火盛岡は盛岡駅周辺にある中華料理店でした。彼がなぜこの2つを検索していたのかは分かっていませんが、円田さんの持ち物で発見されていないものもあったのです。それは黒のキャスター付きのキャリーバッグです。日帰りとはいえ大きな荷物があったのでしょうか。医療系のエンジニアという職業が一体どんなことをするのか、少し調べてみたところ、医療機器の保守点検や修理が主な内容となるそうです。そして出張が多く、地方に出向くこともあるそうで、手術室で使う医療機器を扱うメーカーのサービスエンジニアであれば、緊急の対応をしなければならない場合もあるといいます。推測にはなってしまいますが、キャリーバッグの中には医療機器を点検したり修理したりする機材などが入っていたのかもしれません。失踪当時の円田さんの特徴ですが、身長は172センチ、体重は55キロと痩せ型であり、上下とも黒のスーツ姿でコンタクトレンズを使用していました。一体彼はどこに行ってしまったのでしょうか。本件は自らの失踪も何かの事件に巻き込まれた可能性もあると思うのです。一つずつ不可解だと思ったことについて考えていきたいのですが、まず円田さんが新幹線の改札に引っかかってしまった時になぜ駅員に申し出なかったのかという点です。というのも翌日は平日の金曜日であり、本人も同僚に明日は東京で仕事があると話していることから、東京に帰って翌日も出勤するつもりだったと思います。そうであれば切符や改札機の不具合などを駅員に訴えると思うのですが、彼はそれをしていません。そしてこの時、円田さんのことを目撃した人が彼の表情を清々しい表情をしていたと証言しているのです。この後円田さんは近くのトイレではなく、わざわざ1階の多目的トイレに入っています。もしかしたらお腹が痛くなり、改札に止められたことでトイレで用を足そうと考えたのかもしれませんが、我慢していたのなら清々しい表情はしないと感じます。もともとそのような印象を与える表情であれば違和感はありませんが、30分間もトイレに入っていたため、腹痛であればかなりお腹を下していたのかもしれません。そしてこれが腹痛でないとするならば、一体トイレの中で何をしていたのでしょうか。本件はネット上で様々なことが考察されていますが、一つは仕事に対する悩みを抱えており、改札口で止められたことでそれまで張り詰めていた糸が切れてしまい、東京に帰るという選択肢を捨ててしまったという考察です。つまり何もかもが嫌になり、トイレの中で悩みについて考え、失踪することを決意したのではと囁かれています。
わざわざ多目的トイレを選んだのは持っていた荷物が多かったためだとも考えられますが、もしかしたらその場で命を絶つことも考えたのかもしれません。多目的トイレであればトイレの利用者に気づかれることなく、どこかにネクタイなどを引っ掛けて最悪の結末を迎えることもできてしまうからです。ただそこから円田さんはタクシー乗り場の方へと歩いていったため、人生の幕を下ろすことは踏みとどまったのかもしれません。その後彼はどこに向かったのでしょうか。これは北上川沿いで彼のビジネスバッグが見つかっており、盛岡駅付近のビルの屋上から携帯が発見されていることから、北上川付近と携帯が発見されたビルには立ち寄っている可能性が高いと思います。そしてビルの中にはビジネスホテルが入っていたとの情報もあるため、そのホテルに偽名を使って宿泊した可能性もあるのではないでしょうか。とはいえ屋上にビルの関係者以外が立ち入れるものなのか不明であり、そんな場所に携帯を捨てる意味がわからないのです。ただ失踪から約1ヶ月の通話履歴を削除していたことが引っかかります。これから命を絶ったり失踪する人がわざわざそんな行動を取るのか疑問に思うのです。もしも円田さんの悩みの種となっていた人物と頻繁に携帯で連絡を取っていたのなら、その人物とのやり取りを全て消した上で屋上から身を投げることも考えたのかもしれません。しかしそれは踏みとどまり、その場で携帯だけを捨てた可能性もあります。そして翌日に全ての決心がつき、北上川まで歩いていったのです。そこで身分証などが入ったビジネスバッグを置いて、本人は川の中に入っていき、キャリーバッグも川に流されてしまったのかもしれません。もう一つ考えられる真相としては、何かの事件に巻き込まれていた可能性です。もしも第三者がおり彼が狙われていたとしたならば、一体何が目的だったのでしょうか。円田さんが所持していた現金や身分証、携帯は捨てられていることから、まだ発見されていないキャリーバッグにその目的となるものが入っていたのかもしれません。先ほど紹介したように、キャリーバッグの中には医療機器を点検したり修理したりする機材などが入っていた可能性もありますが、もっと重要な何かが入っていたのなら、最初から円田さんのことを狙っていたとも考えられます。ただ円田さんは当初新幹線に乗ろうとしていたため、最初から彼のキャリーバッグを狙っていた人物がいたのなら、新幹線の改札に行く前に襲っていると思うのです。そのため彼のことをつけ回していた人物が隙を見計らっていたというよりも、東京に帰ることをやめてしまった円田さんが盛岡駅付近の街中で突発的に襲われてしまったという線が強いと思います。ただそうであれば、やはり彼の現金がそのままという謎が残るのです。そのため何者かに襲われていた場合、彼の現金や身分証が目的ではなく、彼本人が目的だったのかもしれません。北朝鮮による拉致の可能性も否定できませんが、北朝鮮が拉致を頻繁に行っていたのは1970年代から1980年代のことであり、拉致事件が起きていたのは2000年代前半までとされています。円田さんが失踪したのは2013年のことですから、拉致被害に遭ったとは考えにくいのです。本件の真相を考察することは難しいですが、彼本人が見つかっていないため、どこかで偽名を使い生活しているのかもしれません。一人の青年が失踪した本事件、円田さんのご家族は何も心配いらないから早く家に戻ってきてくださいと訴えています。円田光大さんが無事にご家族と再会できることを祈るばかりです。1987年、大阪府の繁華街で一人の女性が失踪しました。彼女は車ごと姿を消したのですが、翌朝にとんでもない場所で車だけが発見されるのです。詳細を見ていきましょう。後に本件で謎の失踪を遂げることとなる女性、尾上美子乃さんは1966年11月26日に出生します。尾上さんは3人兄弟の長女だったそうです。そして彼女の両親はみんなから好かれ、立派な大人になってほしいと願って美子乃と名付けたといいます。彼女は失踪当時20歳で大阪府八尾市に住んでいました。また大阪市北区のスナックでアルバイトをしていたそうです。当時の尾上さんは運転免許を取得したばかりだったらしく、運転歴はほとんどないペーパードライバーだったといいます。そんな彼女が突然姿を消してしまうのです。失踪前日である1987年6月5日金曜日、この日尾上さんはアルバイト先の大阪市北区にあるスナックに出向いています。そして午後11時半頃にアルバイト先の同僚女性と一緒にお店を出たそうで、その同僚女性が運転する車に乗り込みました。
尾上さんは免許を持っていましたが、彼女が運転することはなく、助手席に乗っていたそうです。そして日付が回った6月6日、同僚女性と尾上さんは、現在の大阪市中央区にある心斎橋という町にいました。その目的は、同僚女性が心斎橋の飲食店にいる知人と連絡を取りに行くためだったそうです。時刻は午前3時50分頃であり、同僚女性は路上に車を止め、エンジンをかけたまま一人で近くのビルに入っていきました。この時、尾上さんは助手席に残り、同僚女性が帰ってくるのを待っていたのです。また、同僚女性はすぐに戻るつもりだったのか、セカンドバッグは車内に置いたままにしています。それから30分ほど時間が経ち、同僚女性は用事が終わったようで、ビルの外に出てきました。しかし、同僚女性は不可解な光景を目撃します。というのも、そこにあるはずの自分の車がないのです。さらに、自分の車と共に、尾上さんも姿を消していました。こうして、彼女は、忽然と姿を消してしまったのです。しかし、それから丸一日が経った6月7日の午前7時頃に、大阪府から600キロほど離れている場所で、とんでもないものが発見されました。何でも、福岡県福岡市博多港で釣りをしていた男性が驚きの光景を目撃したそうなのです。なんと、その釣り人は沖浜町中央埠頭の東側岸壁から1台の車が海の中に落ちるところを目撃したというのです。その釣り人はすぐに警察に通報を行いました。そして福岡県警が海中に落ちた車を引き上げています。そこで衝撃の事実が発覚したのです。驚くべきことに、その車は尾上さんの同僚女性のものだったのです。一体なぜ大阪府から遠く離れた福岡県で車が発見され、しかも海に落ちたのでしょうか。そして不可解なことに、肝心の尾上さん本人は車の中にいなかったというのです。つまり車は見つかったものの、彼女は失踪しているままという状態になります。この事実は同僚女性に伝えられ、同僚女性から尾上さんの家族にも連絡が行きました。同僚女性は、さっき車が博多湾の桟橋から海に落ちたのを釣り人が目撃したと尾上さんのご家族に話したそうです。ただ尾上さん本人が見つかっていないことから、ご家族は捜索願いを提出しています。そして警察も事件性が高いと判断したようで、捜査が行われました。ここからは海中に落ちた車の状況を詳しく見ていきましょう。まず、車のドアはいずれも閉まっていたといいます。その一方で、助手席の窓だけが開いていたそうです。そして警察の捜査により、車内からは尾上さんが身につけていたイヤリングが発見されました。しかし、同僚女性が車内に置いていたセカンドバッグはなくなっていたといいます。そして同僚女性の車には不可解な痕跡が見つかったのです。というのも、他の車と接触した形跡が残っていたそうなのです。その形跡は大きなワゴン車と接触したような跡だったといいます。また車が海に落ちた時の状況について検証を行った結果、一つの事実が分かりました。それは、車がその岸壁から海に落ちるためには、ある程度加速した状態でなければ転落することはありえないというものだったのです。車の転落した場所には段差が設置されており、加速した状態でなければ乗り越えることができないというのです。つまり、何者かが故意に車を海に落とすためにエンジンの回転数を上げていたと推測されました。実際、車が転落した瞬間を目撃した釣り人は次のように証言しています。エンジンを吹かす音とガリガリという音が聞こえた。これらのことから、誰かが意図的に車を海に転落させた可能性が高いとされたのです。それでは、一体誰が海に車を転落させたというのでしょうか。尾上さんが最後に目撃された大阪市の心斎橋から車が発見された博多港は600キロ以上離れており、誰かが運転して移動させたことは確かだと思われます。しかし、尾上さんのご家族によると、尾上さんは免許を持っていましたが、車の運転はほとんどしたことがないというのです。彼女が一人で運転し、博多港まで訪れた可能性もゼロではありませんが、第三者が運転した可能性が高いとされました。そして、車が転落した中央埠頭の現場に関してなのですが、倉庫が立ち並んでおり、かなり奥ばったところに位置していたそうです。初めてここを訪れた人物には分かりにくい場所であるため、ある程度現場に土地勘のある人間が車を運び海に転落させたと見られています。
いずれにせよ、事実としてわかっているのは尾上さん本人が姿を消しており、同僚女性の車が何者かによって福岡県まで運ばれ海に転落させられたということだけです。あまりにも不可解な状況のため、本件を知った人々の中で数多くの議論がされました。尾上さんは大阪から福岡まで車と一緒に運ばれたのか、もしくは大阪で彼女だけ連れ去られ、車は別の誰かがわざわざ福岡まで運んだのか、さまざまな憶測が流れたのですが、不可解な謎が残っています。それは心斎橋での目撃情報が全くないということです。というのも、彼女が姿を消したのは金曜日から日付が変わった土曜日の深夜であり、現場はかなりの繁華街に位置しているため、当時は始発待ちの人たちでごった返していたというのです。そんな状況で尾上さんをどこかへ連れ去ろうとすれば、目撃者がいてもおかしくないのではとされました。その後何の手がかりも得られないまま時だけが過ぎていき、2007年前後には北朝鮮にいるのではないかという不確定な情報がささやかれています。このことから尾上さんは特定失踪者にも認定されているのです。ここからは本件について考察していきます。まず、尾上さんが自発的に失踪したのか、それとも何かの事件に巻き込まれてしまったのかという点なのですが、どちらの可能性も捨てきれないと感じました。というのも、尾上さんが一体どのような心理状態にあったのか、詳細な情報が残っていないため断言はできないのです。もしも彼女が何かに悩んでおり、前々から失踪を考えていたのであれば、衝動的に車を走らせたとも考えられます。しかし、自発的に失踪したのであれば、なぜわざわざ博多港まで出向いたのか謎が残るのです。これは彼女にとって博多が思い出の土地だったということや、明確に目的地を決めずに車を走らせて気がついたら博多に着いていたという可能性もあります。ただ、この場合、尾上さん本人が車を海に転落させたということになるのですが、一体なぜそんなことをしたのか疑問に感じます。同僚女性の車を海に転落させた時間は午前7時頃であり、周囲の人に見つかるリスクが高いのです。実際、港にいた釣り人が転落する瞬間を目撃しており、すぐに同僚女性の車だと判明しています。尾上さんが自ら失踪を考えていた場合、そんな大胆なことをすれば、車が発見され、そこに自分がいると示しているようなものなのです。そのため、自発的な失踪だとしても、本件が全て尾上さんだけで実行したとは思えません。それとは別に、何者かが彼女を連れ去ったという線も十分に考えられます。個人的に気になったのは、同僚女性の車にはワゴン車と接触したような形跡が残っていたということです。これがどの程度の大きさのものなのか詳しい情報がないため分かりませんが、考えられる可能性として、もしかしたら尾上さんはワゴン車と接触事故を起こしていたのかもしれません。憶測にはなりますが、失踪当日、同僚女性が尾上さんを車の中に残し、ビルに入っていった後、一人残された尾上さんは誰かに路上駐車を注意され、車を移動させたのではないでしょうか。車の運転に慣れていない尾上さんは、初めて運転する同僚女性の車の操作を誤り、周囲にあったワゴン車にぶつけてしまったとも考えられます。その場合、ぶつけたワゴン車の相手に因縁をつけられ、そのままどこかへ連れ去られてしまったのかもしれません。ただ、このようなトラブルが発生したのであれば、なおさらのこと、目撃者がいないのが不思議なのです。当日は休日前の金曜日から土曜日にかけての深夜であり、時間帯は遅いものの、人はたくさんいたことが予測できます。そんな中、大胆に車ごと連れ去ってしまえるものなのでしょうか。ただ、何かしらの理由をつけて接触した相手の車に尾上さんを乗車させれば、彼女を連れ去ってしまうこともできてしまうと思います。例えば、親切な態度を装い、同僚女性の車を移動させてあげる、などと声をかけて、その間自分の車に尾上さんを乗せてしまえば、車の中でどれだけ声を上げようとも、繁華街では人や街の音にかき消されてしまったのかもしれないのです。これが真相であれば、犯人は複数人であり、同僚女性の車を博多まで運んだ人物と、尾上さんを連れ去った人物の最低でも2人以上が必要になると思います。そして次に、本件についてある一つの憶測が飛び交っています。それは2007年に発生したペッパーランチ事件と何かしら関連があるのではないかというものです。
ペッパーランチ事件とは、かつてあったペッパーランチ心斎橋店の店長と従業員の2人の男が客として来店していた20代の女性を拉致して大阪府泉佐野島で連れて行き、そこにあった貸しガレージに監禁したという事件です。しかしこの事件は被害者の女性が犯人は組織的な犯行で4人以上いたと証言していたのにもかかわらず、逮捕されたのは店長と従業員の2人だけであり、組織的な犯行ではないということで終わっています。そのため今なお闇が深い事件として語り継がれているのです。そしてこの事件が起きたペッパーランチ心斎橋店が入っていたビルと、尾上さんの同僚女性が知人に連絡を取りに行ったビルが同じビルだったとの不確定な情報があり、関連しているのではと囁かれています。確かに2つの事件に関連するビルの住所を調べた結果、どちらも同じ住所であることは確かなのですが、このビル自体はすでに取り壊されていて新しいビルに建て替えられていました。このことから2つの事件に関連がある、つまり同じ組織によって引き起こされたのではないかとする憶測が飛び交っているというわけです。とはいえ尾上さんが失踪したのは1987年であり、ペッパーランチ事件が起きたのは2007年のため、20年もの月日が経っています。2つの事件に関連があるという確証は全くないですが、同じ地域で事件が起きていることは確かであり、現在も尾上さんは見つかっていません。20歳の女性が忽然と消えてしまった本事件。尾上さんの父親はメディアの取材に対し、どこの国にいても娘が強く生きていると信じている、居場所だけでも教えてくださいと語っています。尾上さんが無事にご家族と再会されることを祈るばかりです。